なんとまたコロナになってしまいまして、病院の先生も、まあさすがにこの間なったばっかりだから違うと思うんですけど、一応検査しておきますかみたいな感じでやったら、なんと陽性ということで、まあがっかりしているんですけれども、隔離中なんですが、ナッシュがありましたんで、とりあえずこれを食べていれば隔離期間中でも食べ物の心配をしなくていいというのは大変楽です。ナッシュよろしくお願いいたします。この間、スーツ旅行チャンネルでは男一人で行く韓国ソウルぶらり旅という動画を出しました。これがかなり大ヒット、出してから1ヶ月で200万再生みたいなびっくりする流行り具合になっています。ただ内容がちょっと際どくて、昔日本が韓国を植民地統治していた時代のことを振り返って、まあ当時こんな風なことを、日本はこういう風に批判されてますみたいなことを紹介したので、まあ物議を醸しそうな感じになりましたが、視聴者の皆さん、日本の方も韓国の方もかなりこちらに好意的なコメントを残してくれたのは嬉しかったです。まあしかし、普通の韓国旅行もしたいよなということで、今回は世知辛くない旅行をしたいと思います。夜の9時前、東京上野駅にやってきました。京成上野駅から成田空港行きのスカイライナーというのが出ていまして、これでものすごいスピードで成田空港まで連れて行ってくれます。ただ夜の遅い時間になりますと、スカイライナーは運転が終わってしまいまして、その代わりイブニングライナーというので成田空港まで行けます。インターネットで切符を購入しました。通常スカイライナーは空港まで40分ぐらいで行きますが、夜の遅い時間イブニングライナーになりますと、それよりさらに30分以上時間がかかるのかな。これは昼間であれば高速道路みたいな線路を使っていくのですが、夜になりますと高速道路みたいな線路を使わず、その代わり一般道的な線路で途中の駅に止まりながら行くように変わるからです。なお今途中の成田駅に止まっています。成田駅は成田空港の場所ではありません。成田空港に行く人は空港の駅で降りる必要があります。十分注意が必要です。車内は快適な特急用の車両になっています。上野駅でお菓子やお茶を買って車内で楽しみました。前後の間隔がものすごく広いのが特徴です。足元が広々、なかなかない広さです。これで少々時間をかけて空港第2ビル駅に到着。ちなみに昼間の列車よりもなんと1000円以上安くなっています。これはすごいですね。昼間より30分ぐらい時間が余計にかかりますが、1000円も安くなるんだったらまあいいんじゃないかと思いました。今回はあまりきつくない行程にしたいと思いましたので、成田空港周辺で全泊することにしました。ターミナルから無料連絡バスが出ております ANA クラウンプラザホテルで1泊、そして翌朝7時半発のバスに乗ってまた空港ターミナルまで送ってもらいます。これが泊まったホテルです。ターミナルは今回第1ターミナルとなりました。成田空港には第1ターミナルから第3ターミナルまでありますが、今回利用する航空会社は第1ターミナルから出ます。なお第1ターミナルのまた北側と南側がありまして、その北側から出るということも事前に確認しておきました。ジップエアというところです。これは日本の航空会社で JAL の系列の格安航空会社。前回ハワイに行くときに利用しまして、とても良かったので今回も利用しました。このような自動手続き機にパスポートをスキャンすると、自分の飛行機に乗るための搭乗券を印刷してくれて、預ける荷物がなければこれで手続き完了となるはずですが、エラーになりました。なんかこういう風にエラーになる人は多いような感じでした。周りの人もみんなエラーになっていました。だから結局友人のゲートのところに並びました。まあこれは結構よくあることですね。ということで、全部それ以外の手続きは終わりまして、出国の審査を済ませました。ありがたいことに、その審査を済ませるとすぐ目の前のところから飛行機が出ると言います。ちょっと待っていようと思ったらテレビで気になるニュースをやっていました。北朝鮮が北海道の方面へミサイルを撃ったみたいです。まあこれはよくあることです。今回私はそのミサイルの撃たれた朝鮮半島の方に飛行機で行くわけですが、特に運航に影響はないみたいです。まあ正直しょっちゅう撃っていますし、北朝鮮も万が一のことは起こらないように注意していますから、何も心配する必要はないと思います。無事に乗り込み、飛行機も順調に出発するようです。ところで今回利用しているこの座席を見ていただくと、普通の座席とは違うことがお分かりいただけると思います。今回は座席も快適なやつで行くことにしました。通常の座席であれば2万円でソウルまで片道行けるということだったのですが、さらに1万円足すとこのようなフルフラットシートになるとのことです。いや、プラス1万円でこの座席に乗れるんだったらかなり安いと思いますよ。いや、それはもう買いだろうと思いまして、座席もね、よく見るとこれ結構もちもちしてるんですね。座り心地も快適。乗ってくるのに遅れたお客さんがいたのか、少しだけ出発するのが遅れましたが、今滑走路のところへ出ていき、次は私たちの離陸の番のようです。前を今飛んでいくあの飛行機はボーイング747ではないですか。最近ではあまり見ることが少なくなったという大型の飛行機で、エンジンを4つつけています。そして滑走路の方を向くとき、成田空港にずらりと駐機する各国の飛行機の姿を見ることができました。国際線の運航本数が多い成田空港、
曲の迫力が伝わります。なお今お聴きいただいている曲は久石譲さん作曲のジブリの方で有名ですが、日本航空の飛行機を降りるときに流れてくる曲、明日の翼というものです。本来は JAL の中でしか聴くことはできませんが、いろいろ条件を確認しまして YouTube でこの場合であれば使うことができるということでお聴きいただいております。これからも日本航空に関するシーンでお聴きいただくことになると思います。ぜひ楽しんで聴いてください。その日本航空のライバル会社の全日空の飛行機も向こうに止まっているのが見えました。あれは相当大きいやつです。全部が2階建て。日本にはあんな飛行機はもうあれぐらいしかありません。あれはハワイ行き前に乗りましたが、お客さんでいっぱい大人気でした。国際線のお客さんもますます増えてきまして、さらにこのコロナ禍を乗り越えて飛行機の新しいサービスも始まってきました。海外へ旅行の際もぜひスーツ旅行チャンネルを見て目的地の参考にしていただければと思います。離陸直後に見えるのが千葉県でこの辺が一番の穀倉地帯だそうです。成田空港すぐ近くの景色、しかしだいぶ霞んでいます。中国から黄砂が飛んできまして、今日はだいぶ霞んだ景色のようです。シートベルト着用サインが消えました。こうなりますと座席を全部リクライニングするのも自由自在となります。ボタンを押して完全なるフルフラット。韓国までは近く2時間も乗らないと思いますが、とはいえもうちょっと追加で寝ておきたいな、ゴロゴロしたまま移動できるなんてなんと贅沢な体験でしょうか。新幹線とかでもこんなに贅沢な思いはできないですからね。横になって寝たまま行く。今回は空いていたのかプラス1万円というかなり安い料金でこの快適な座席を利用することができました。ゴロゴロして待っておりますと客室乗務員さんがおいでになって機内食を持ってきてくれました。ジップエアは格安航空会社でありまして基本的に機内食は出ないのですが、事前に予約しておくとこういったものを持ってきてくれます。せっかくなので皆さんに機内食を紹介しておきたいと思いまして、これ持ってきていただきました。1000円はしなかったと思います。エビカツサンドです。これすごい美味しかったですね。食べ終わって眼下の景色を見ますと、これはなかなか飛行機では見ない場所ですね。おそらく長野県善光寺平、韓国まで飛んでいくからこそ普段あまり飛行機の通り道とならないようなところを見ることができるんですね。これは面白かったです。そうそう、あと紹介しておかなければいけないのはジップエアの素晴らしいサービス。飛行機の中でインターネットを無料で利用することができます。普通国際線の Wi-Fi というのは有料なんですけど、タダなんですね。しかも性能もそれなりにちゃんとしている印象です。ここでちょうど北側の景色を見てみると、もう一つ大きな飛行機が飛んでいます。あれはアシアナ航空、韓国の航空会社です。そして東京羽田空港発、私の乗っている飛行機の行き先と同じソウルインチョン国際空港行きとして運航しています。あちらの方が前を飛んでいたようですが、管制からそういう指示があったのか、私のジップエアの方が前に出るような飛び方をしてこの辺りで追い抜きました。日本と韓国の間の関係は深く、このようにいくつもの便が日々往来しています。ちょうどアシアナ航空を追い抜かしたあたりで福井県越前岬の上空も飛び越えて、これより日本海の上へ朝鮮半島へ向かって飛んでいきます。快適な Wi-Fi サービス、まだ韓国についての知識が十分ではなかったので、インターネットでさまざまな情報を取得しました。ハンガンの遊覧船について、これもこの後出ますのでぜひ楽しんでください。事前の調査もある程度やったところでぐっすり眠り、もうそろそろ降りるということで座席も起こしました。見慣れない岩場が、これはもう日本の景色ではなく当然ソウル周辺の景色になっているわけですね。現在地もこのように Wi-Fi サービスで確認することができます。北朝鮮の方へ飛んでいかぬようぐるりと向きを変えて、ソウルの西側にある海の上に浮かぶ島インチョン国際空港へ向かって今降りているところ、わすごい景色が見えますね。島の稜線みたいなところに白い桜の花が咲き、一筋の道を作っていました。そしておーいい時に来ました。今インチョンは干潮の時間帯のようです。潮が引いています。後でもっとすごい光景を見ることになったと先にお伝えしておきます。インチョンは世界でも有数の巨大な干潟地帯です。さらにうわあれは韓国海苔の養殖ではないですか。美味しいですよね。こうやって作っているのか、韓国海苔作られているところは初めて見ました。栄養豊富な海、おそらく有明海みたいな感じで海苔の養殖がするのにふさわしいところなんだろうと思います。アジアの一大拠点空港としても知られるインチョン空港に着きました。今回の目的地はここですが、このインチョン空港は東京羽田空港や成田空港からでは行くことのできない世界のさまざまな都市にもまた航空便が出ていることがあり、日本人にとっても重要な乗り換えの拠点として使われている場合もあるとのことです。
対局機に迎えられて、その後なんか謎の飛行機みたいなものも置いてありますね。さっき見たボーイング747みたいなのを模したジャンボジェット型の置物がありました。お、その後放水スーツ旅行チャンネルの2023年2度目の来訪を祝賀するための放水でないことだけは確かです。ただいま11時27分と放送しています。韓国と日本の間に時差はありません。なんか今機内放送で気温は摂氏10度でございますとか言ってましたよ。この服で大丈夫だろうと思って来たんですけど、思ったより寒かったのかな。これは上着を着なきゃいけないんじゃないか。大丈夫でした。実際にはそこまで寒いということはなく、この格好で十分でしたね。7月12日13日のことです。もう携帯電話を使うことも許可されています。ただ機内モードをオフにしても電波が通じません。これはスマートフォンの設定を変更してデータローミング、海外ローミングというのを入れますと、海外で現地の携帯電話キャリアにそのまま、直通することができるような仕組みになっています。私はいつもそうやっています。そうすると海外の携帯電話利用の画面が出るように私は設定してあるんですけども、ソフトバンクなんですが、そうするとその現地でお金を払ってインターネットを利用するということもできます。ワンタッチで楽です。今から72時間で 9GB 2940円で利用できるとのことでありました。ただこれはちょっとね、高い利用方法で、現地のインターネット利用については本当はあらかじめなんか Wi-Fi とかに SIM カードを申し込んで焼く方が安いみたいです。さて飛行機を降りまして、到着したここからではまだすぐ外に行くことはできないみたいです。まずは電車に乗って第一旅客ターミナルに案内されました。ここから入国審査のところへ向かうみたいです。アライバルの案内を見て進みましょう。入国審査のところはまあまあ混んでいました。で、20分ぐらい待ったかな、もうちょっと待ったかもしれません。もし急ぐということであれば、降りだと真っ先にどん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 進んで他の人を追い抜かしていけば、多少待ち時間を短くすることができそうです。ただここは外国ですからね、日本人が強欲な人間と思われないためにも行動はちょっと考えた方がいいのかもしれません。なお原則的に今韓国入国には KETA という手続きをインターネット上で、遅くとも韓国入国72時間前までにしなければいけないというふうに言われています。で、実際にはその KETA 免除キャンペーンというのもやっているので、なくても入国することが実際にはできるらしいです。さて12時24分に入国しました。ちょっと時間かかりましたね。晴れて自由の身になりまして街中へ向かいます。電車で街中へ行くのも試してみたかったんですが、視聴者の方から最近教えてもらいました面白い快適なバスがあるというので、今回はバスで街中ソウル中心部へ向かうことにしました。今出ていきましたけれども、Kリムジンっていうのかな、これの6701系統という路線があります。いろいろな番号によって行き先が変わるんですけれども、私はロッテホテルに行きたかったので、ロッテホテルに行くのは6701番だということを調べました。で、待っていると30分に1本なんですが、ちょうどタイミングよく6701番の軽リムジンがやってきました。これは韓国を代表する航空会社大韓航空が運行している豪華リムジンバスらしいです。運賃は確か1600円だったと思います。ネットでバーコード決済みたいな感じでね、こういうのを購入することができました。バーコード決済じゃないか、クレジットカードで買って QR コードを表示してそれをスキャンしてもらうみたいな感じです。よくやるやつだと思います。僕の方は結構空いていました。座席は全部3列シート、前後間隔も広くかなり快適です。見た目通り非常に快適なバスでした。ちなみにこれよりも安く1000円ぐらいで街中まで行くバスもあるらしいです。こっちの方が面白いけどね。こんな感じで日本語での車内放送もいっぱいしてくれます。またカーテンが窓に巻き付けて収納されています。普通にボタンで止める収納ができる機能になってるみたいなんですが、なぜか分かりませんがわざとああいう風にしているみたいです。座席のリクライニングを倒してみましょう。うおすごい、夜行バスじゃないんだからなんでこんなに倒れるのか。そしてフットレストなどもついています。昔は水をプレゼントしてくれたみたいですね。今はやってるのか分かりませんでした。さて景色を見ますといいですね。インチョンの干潟が見えています。インチョンはとんでもなく遠浅の海になっていて、沖合10キロぐらいまで潮が引くとこのように陸地が露出するのだそうです。このバスの通る高速道路の横にはソウルの街中心部まで40何分とかで行ってしまうソウル版スカイライナーみたいなやつが走っていて、それとの追いかけっこもまた楽しめました。しかし何といっても一番思い出に残ったのはこの景色。
どこまでも続く干上がった海の景色です。これは満潮になれば普通の海のような状態になるはずで、その潮位の差がすごい時だと10メートルほどあるのだそうです。ということで満潮の時に船はやってくることができますが、この潮が引いてしまうと船は全部陸の上に上がって身動きが取れないということになります。そして朝鮮戦争の時、ここで日本人が活躍したそうです。北朝鮮の手に落ちたソウルを奪い返すため、アメリカ軍がこの仁川に上陸しようとやってきました。その時この地形を植民地時代の関係でとてもよく知っていた日本人が多く案内したそうです。そしてこの朝鮮戦争には日本人も多く事実上参加していて、ソウルをまた韓国の手に取り戻すのにも貢献することがあったのだといいます。もちろん日本人だけの力ではなく、国連軍が一丸となって戦った結果ということです。さてその後より高いところへバスが上がってきました。瀬戸大橋みたいな感じで、電車とかの橋と2階建てになるみたいです。本当にどこまでも続いている干潟だというのがよくわかりました。そして実際にここを船が通りやすくするように間の部分を掘り抜いているみたいですね。だからこの辺り今水が止まっているところは多分水深が深いんだと思います。わざとこの辺りだけ浚渫して、大型船などがある程度はどのような時間でも通れるようにしているのだろうと思います。周りにはいくつもの島があります。これらの島は今完全に干上がっていて、いろいろなところと陸続きになっているみたいです。進行方向の右手には仁川の町中心部が見えています。仁川は韓国の横浜みたいなところです。前回の動画でも皆さんに楽しんでいただきました。よければ見ていただきたいと思います。重要な海の町です。そして今海を渡って韓国本土に上陸したところですが、ここで土煙を上げながら突っ走っている戦車の姿を見ました。今軍事訓練の最中でしょう。一応休戦中とはいえ、韓国は今でも北朝鮮との間で戦争の関係にあります。万が一の非常事態に備えて、ここで日々欠かさずに訓練を行っているということでしょう。徴兵に参加されている皆さん、誠にお疲れ様です。その後別の方面のリムジンバスとも並走し、こちらが追い抜きました。さらに無人運転の地下鉄みたいなやつもやってきて、これとも交差しました。横にはまた街の中心部へ向かう高速の電車と並走、いろいろなものと並走できるこの高速道路は結構面白いと思っていたら、さっき一度追い抜いたリムジンバスにもう一度追い抜かれました。右手には銀浦空港が見えてきました。羽田空港などから飛んでくる JAL や全日空などの飛行機、あそこの街中心部に比較的近い銀浦に降りるという便もあります。さてバスはこれよりソウル中心部へ続きますハンガンを渡ります。そこにかかっている大きな橋、これは立派ですね。あの上に持ち上がっている部分で巨大な橋を支えているみたいです。ハンガンの川幅は結構広いです。漢字では漢江と書き、日本でも昔からそのような呼び方もされてきました。このハンガン、向こう側が海ということになりまして、あっちの方から今バスで来たわけです。反対側を向きますとソウル中心部へこの川は流れています。東京であれば隅田川、ニューヨークであればハドソン川などがありますが、韓国はこのハンガンが町中心部を流れる重要な川として機能しています。この橋の姿もすごかったですね。そしてここがそのソウルの入り口に近いところだからということでしょうか。昔多分ソウルの街を守るために使われていたと思います。お城の跡地がありました。ソウルの街中心部はこのハンガンの北側にあり、またハンガンの南北のところに高速道路が通っています。そしてこのハンガンを昔は船で遡ってきていたわけですが、ここから敵が入ってこないように入り口のところにさっきのようなお城を配置していたということでしょう。多分昔中国とかからソウルに用がある場合はこの川を遡って進んでいたのだろうと思いますが、伝統的な生き方でハンガンに沿ってソウルへ入ることができました。そして町中心部に近づきますと川周辺の高速道路から分岐をしまして、多分インターチェンジを降りるみたいな感じなんでしょうね。これでいよいよソウル特別市の中心部に降ります。ずらりと並ぶ車、あまり日本車がいないというのがむしろ新鮮です。たくさんの韓国人たちが歩いています。ビルもどれも透き通るような感じで、なんか日本とはちょっと違う感じがしますよね。韓国風を感じました。韓国は全般的に淡い色使いが特徴だと勝手に思っています。たくさんの車がいますが、バス専用レーンが整備されているんでしょうか。たまにそういう場所がありまして、比較的スイスイ進むことができありがたかったです。空港から町中心部まではもうどこにも止まりません。でそろそろ町の中心部に着きますと、このバスもそれぞれのホテル、さまざまな大きなホテルに寄りながら走るようになります。というような感じで日本語での放送を頻繁にやってくれます。私もロッテホテルで降りるというのを聞いておけば問題ありません。
あと今気づいたんですが、このバスにはこんな感じでオーディオサービスがありまして、音量とかチャンネルとかを変えられます。自分の iPhone じゃイヤホンか、イヤホンを差し込んでみたんですけれども、残念ながら何も聞こえませんでした。今はサービスしてないみたいです。さてバスは今から西大門の交差点を過ぎます。今回初めて勉強したんですが、この西大門の交差点を過ぎるというのはちょっと意味があることのようです。たくさんの前のバスの車列に沿いながら、今ソウルのより中心的な場所に入りました。どういうことなのか。まだソウルではなく漢城と呼ばれていた韓国の都、これは昔城郭都市として外敵などの侵入を阻むために周りを壁で囲っていたそうですが、全部壁で囲ってしまうと出入りができませんから、いくつか重要な出入り口を設けました。特に北大門、南大門、東大門、西大門というのが主要でして、でその中にいくつかの宮殿を設けて、ここに王朝、李成桂たちが住んでいたということだそうです。そして今この西大門のところからついに漢城の町の中に入ってきたということになります。この西大門は日本統治時代ぐらいまでは残っていたらしいんですけれども、その後壊されてしまいまして現存していません。ただ大韓帝国時代にこの西大門をくぐって路面電車が通るようになったとか、そういうふうなこともやっていたみたいです。場所だけはちゃんと確認することができ、今西大門交差点から街の中に入ってきたということになります。で確かにより都会的な感じになってきます。中心部も本当の中心部という感じです。そこに今回泊まるホテルもあるわけで、まあなかなか立地のいいところだと思います。こっちにはスーレーモンと書いてありますね。あれはこの先に見える南大門の正式名称であります。儒教の教えを名前を取ってですね、そういう名前にしているんだそうですけども、あれが南大門、現存している韓国の大切な文化財です。いろいろなホテルによりますが、ザ・ウェスティン・ジェソンって書いてありましたね。あれが朝鮮という意味だそうです。自動放送でも言っていました、朝鮮ホテルというふうに言っています。で韓国では朝鮮という言葉はあんまりいい言葉とは思われていないみたいです。で韓国の人たちが自分で朝鮮ということはあってもいいらしいんですけれども、あ、これ提訴の看板ですね。日本にもあるような感じです。あんまり日本から韓国のことを朝鮮ということをまず怒りはしないんだけど、ちょっと心にもやが残るみたいな感じもいるらしいというのを前回教えてもらいました。まあ、朝鮮半島とかね、日本で使われている呼び名を変えなきゃいけないとかそこまでではないと思うんですけども。はい、着きました。目的地ロッテホテルです。ここに荷物などを置いて、まあできればチェックインもしてしまおうという感じです。目の前には古い建物が1個あります。で大体こういう古い近代的な建物というのは、現代的ではなくて近代的ですね。向こうにあるのもそうなんですけれども、大体日本が植民地統治していた時代に建てられたものです。大体そういう中心部に日本が植民地時代の建物をいろいろ作りまして、でそれが今でも韓国の主要な建物として使われているということもありまして、それつまり日本時代の建物があるところというのは、まあ、結構、ね、街の中心部だということなんですけれども、その街の中のど真ん中のところにあります韓国資本のホテル、ロッテホテルに来ました。ロッテはお菓子や野球などでも有名ですが、ロッテは韓国の人が日本で作った会社なんですね。日本でも韓国でももちろん馴染みの深い企業。このエレベーターはやっぱね、アジアの国に行くとどこのエレベーターなのかってことがすごい気になるんですが、今回は三菱エレベーターでした。三菱エレベーターは海外の一流の建物でも結構採用されています。25階。ちょっと早かったんですが、もうお部屋の準備ができていますからとチェックインもさせてもらいました。ちなみに係の方は日本語で案内してくれました。さてこれがその一泊、今回一部屋5万円ぐらいの結構いいホテルです。実際それにたがわない高級なサービスを受けることができましたが、部屋からの景色、向こうに見えるのが南山、韓国ソウルの中心的な景色で、その上には N ソウルタワー、南山タワーが立っています。これ本当は違うんですけども、部屋のカードキーを入れるべきだと思いますが、それを差し込んで明かりをつけるなど日本と同じような感じ、独特の内装ですよね。それが面白くてこの部屋にしました。また色使い淡い感じが、これがやっぱ韓国の高級な環境という印象です。韓国の高級な場所はあまり派手派手しくはなく、むしろ落ち着いて清潔感のある雰囲気を醸し出すのが得意と見えます。
あとトイレなんですけれども、ウォシュレットがついていました。これもね、アジアの大きなホテルとかに泊まるとついてるかなというのは面白く気になってしまうんですが、TOTOのウォシュレットです。トイレはもう本当に日本の誇る文化。さてここでですね、ちょっと休憩をしまして、スボン過剰っていうのかちょっと検索してみたんですけども、この周辺の観光地を調べてみたんですが、未成年者の場合不適切な検索結果は削除されますというふうに出ました。これね、韓国では検索結果について厳しい年齢制限があるんだそうで、例えばエロ本というふうに検索して画像検索してみたら何も出ないようになってましたね。これはなんか証明書みたいなのを出して年齢確認をすれば、多分エロ本とか検索してもそういうのが出ると思います。さて、まあ、とりあえずそれで情報収集などもしまして、ホテルの外に出てきますと、何やら古い建物が、あれこれホテルの入り口のすぐだよね。大韓帝国の初期、皇帝が主に再演を行うための、官宮なんとか施設、ここがね、昔大韓帝国の儀式の会場だったみたいです。でその建物は大体解体されているんですが、その中でも特徴的なこれが保存されています。でこの周辺、儀式の会場だったところに高級ホテルが並んでいるんですね。だからもともとは、まあ、宮殿だったようなところ、本当の街の中心部に私の泊まっているホテルとか、それから今から行きたいと思っておりますロッテ百貨店があるのだそうです。ロッテ百貨店とロッテホテルはすぐお隣です。ロッテは韓国を代表する大財閥。ここの地下にデパ地下がありまして、本当に日本と同じようなデパ地下でしたが、そこで韓国料理を食べました。よくわからなかったんですが、適当に注文しますとこういうのが出てきまして、でこれがね、まあ、ご飯雑炊みたいなやつかな、牛肉と雑炊で韓国の野菜がミックスされて、それからキムチがやはり美味しかったですね。僕は辛いものはとても苦手ですが、結構辛くないキムチです。そういうのが多いと思います。ご飯も日本の味覚とは違うけど美味しいんですよね。なかなか感じることのできない韓国ならではの楽しみです。日本では食べたことはない味なのに美味しい。韓国旅行をされる方の大きな楽しみは料理だと聞いていますが、私もその中の一人かもしれません。それからお水がこういう風なので提供されました。機内食みたいな感じです。韓国ではこういうの多いのかな。ちなみにデパ地下ではものすごい大量の種類のキムチを売っていました。それがちょっと日本と違うところかと思いましたね。ホテルを出てバスに乗りたいと思います。バスに乗るためには T マネーカードというのを利用する必要があります。バスはちょうど新型車両できたみたいで、立ち席がこんな感じで設けられていて、ここは車椅子やベビーカーの方の優先席という感じでしたが、今いないので多分大丈夫だと思います。これが T マネーカードです。まあ、スイカみたいな感じですね。それをコンビニとかで購入して地下鉄の駅とかでチャージして利用するということになるみたいです。ちなみに運転手さんに2人分というと、バスに乗るときも2人分の支払いをすることができるのは日本とそっくりです。バスを降りるとき、基本的にはこのストップボタンを押さないとバスが止まってくれないというのもまた日本と近いと思います。これで実はバスには一停留場分しか乗っていないんですが、バスが安いのでね、すぐにやってきてしまいました。南大門を見に来ました。さっきバスからもちらりと遠くに見えたあの門です。今信号が変わろうとしています。この信号にはちょっと注意した方がいいです。ここは日本と違います。カウントダウンが0になるとすぐ赤になって、そしてたちまち車はもう動き始めます。交通事故に注意していきましょう。南大門に到着。韓国にある4つの大きな門のうち、やっぱりこれが一番有名で、また市街中心部にも近いのかな。他にも東大門というのがありますが、ここにね、ノーフレームボトルマテリアル、燃えるものを持ってこないでくださいみたいなものが書いてありますが、実はこの門は2008年にとても長い歴史を誇ったものだったのですけれども、焼けてしまったんですね。信じられないことですが、おじいさんがこの南大門に火をつけて、そして上の木造部分が焼失してしまったそうです。しかし下の石の部分は昔からの状態で残っています。ちょっと残念ですが、しかしこれからも韓国の象徴であり続けるでしょう。でこの門の石積みの部分ですが、このように途中の部分で終わっています。しかしもともとはこれが町全体を取り囲むものであったのだろうと思います。私の理解が間違っていなければ、昔韓国の中心部はこんな感じでぐるりと大きな石の壁によって守られていたということなんですね。ですからこの南大門の写真を撮るときも、この壁の切れ目を映さないようにこんな感じで、今からこれこそソウルの中心部へ入る、そこを守るための出入り口の門なのだという感じで、左右の切れ目を映さないように写真を撮るとそれっぽいと思いました。じゃあ見物も終わったし、また別のところへと思いましたが、何やらこれはね、全く韓国旅行は関係ないんですけれども、鳩があんなところで必死に餌を食べています。あの鳩は頭おかしいんじゃないかとしか思われなかったです。いろいろなところで車が来て、もうタイヤを直前で回避するみたいなことをずっとやりながら、あそこに何かが落ちてるんですかね。ずっと食べ続けています。
これが韓国のハトの特徴なのか。しかもどんどんハトがたくさん集まっています。いろんな車がやってきて車の方が困惑しています。韓国の人にとってもこいつら何やってるんだみたいな感じで珍しい光景だったのかもしれません。本当にいつ車に踏みつぶされるかわからんという感じでしたよ。車も本当に困惑しています。高級車であってもタジタジ高級車っぽいやつでしたよね。すぐに元に戻ろうとしてきますが普通に車の通るところです。もう20センチとかそれぐらいのギリギリの間合いで回避してましたからね。引かれない自信がそんなにあるのかな。うわーうわー、大丈夫か、大丈夫でしたみたいなこと何回もやってましたからね。ヒヤヒヤしましたよ。見てはいられませんでしたね。さてこの南大門のすぐ近くのところに南大門市場なる大量の商店街施設みたいなのがありまして、ここが韓国を代表する観光地だというので前回来た時は行きませんでしたから見てみることにしました。ここはなかなか闇が深い場所だと思いましたね。外国人がいっぱい来てるんですが、まあ、アメ横みたいなうさんくささがありますね。歩いてると愛想のいい韓国人のお店の人にお兄さんお兄さん偽物あるよ、ほらほらあっちにパチモンあるよ、いろいろ声をかけられる。何を言ってるんだ、偽物偽物、何を言ってるのかと思ったんですが、偽ブランド品がたくさん売られているそうです。こういう裏路地がありまして、裏路地の方がねむしろ観光客があまり来ないということで、普通の韓国の土着の飲食店なんてむしろなんか逆に明るい雰囲気でした。こういう表の道の方が怖い。ルイ・ヴィトンみたいな偽ブランド品を店の奥の場合によっては隠された部屋とかで販売しているとのことです。で他にも服屋さんがあってちょっと見に行ってみたんですけれど、それはなんとただの上着みたいな簡単なジャンパーみたいなウィンドブレーカーみたいなやつを23,000円ぐらいで売っていて、いや高すぎますからちょっと無理です買えませんよと言ったら8,500円に値下げすると言われまして、逆にうさんくせえよとか思ってですね、すいません買わなかったんですが、なんか買っていきたかったんですけどね。ただ地下街についてはすごかったですね。いろんなお店があってちょっと撮影するのは悪いと思ったのでこんな感じぐらいしか撮っていませんが、この本当に韓国の地元のおばちゃんたちが買い物に来るようなコーナーという感じでした。おばちゃん風の買い物を楽しむのにもいい場所だなと思いましたね。どっちかというと地下がより見応えがあって安心できる場所だと感じました。その後バスで一旦ホテル方面に戻りたいと思います。こういう風に観光の拠点を街中に持てるのはいいですね。ロッテホテルは便利な立地です。左手にかつての朝鮮銀行の本店がありますね。前貨幣博物館ということで中を見に行きました。地下通路を通ってホテルへ、まあ、ホテルにそんな長いしなかったんですけれども、このカーテンをちょっと開けてみると、お、これちょっと開けると自動で反応して、あとは勝手に開けてくれるという面白い構造なんですね。はい。次はどこへ行こうかな。あ、さっき見た儀式の会場が見える見える。このホテルの建ってるところももともとは儀式の会場の一角だったわけですね。周りのホテルもみんなそうだと思います。そんな韓国の中心部。これを見下ろすなら、やっぱりあそこに登るべきか。南山の上に立っております南山タワー。タワーそのものはかなり低いように見えますが、これが結構面白い場所だというんですね。あのタワーに登るためにロープウェイを使っていけばいいらしいです。ということでタクシーで行ってみることにしました。韓国のタクシーは安いです。タクシーの中では映像は撮らなかったんですけれども、運転手さんにいつ帰るんですか、空港まで送っていきたいんですけどいいですかねみたいな営業をかけられまして、あ、じゃあ分かりました。結構親切な人だったのでその人の電話番号を聞いて帰りに予約することにしました。こんにちは、ワンパーソン、ワントリップ、ワントリップ、ワンパーソン、ワントリップ、ワンパーソン。はい、これで切符を購入。英語は韓国ではどこでも通じます。どこでもかわかんない、大体通じます。ロープウェイ代は往復14,000ウォン、ちなみに1ウォンで大体 0.1 円です。つまりロープウェイ14,000ウォンということは1400円ぐらいということになります。これね結構高い方らしいですね。700円。さてそれではこのロープウェイに乗って出発、まあ日本ならばこれをロープウェイと呼ぶところですが、韓国の人はこれをケーブルカーと呼んでいるそうです。また英語でケーブルカーというと思いますが、そうではなくカタカナ英語みたいな発音でケーブルカーというふうに言った方が通じます。これね韓国語でもちょうどこれをカタカナ英語みたいな感じでケーブルカーというらしいんですね。結構共通点を感じました。そう、中心部の街並みがどんどん小さくなっていきます。これ本当失礼で申し訳ないんですけど、最初あまり期待しないで登ったんですけど思った以上に景色が良くてびっくりしました。
時速11キロぐらい、まあ、あまり参考にならない数値ですが、お、支柱があります。これにはぜひともズームして注目しておきたいです。ブツブツブツといろいろなものが撃たれて止められていますが、これはリベット撃ちです。韓国にはこのようなリベット撃ちの構造物というのはあまりないという印象です。なぜならば、ああいった作り方が主流だった時代の韓国の国力がだいぶ低かったからです。結構昔の韓国は貧しい国だったようですが、その中で韓国初の旅客用索道として1962年5月12日に運行を開始したという、これは韓国で最初のロープウェイなんですね。昔大変だった時代も韓国は頑張ったということです。でこの南山ケーブルカーのニコニコ大百科みたいな韓国のページがあるんですけど、南山に行くことだけが目的だったらバスで行った方が料金が1100ウォンで安いと書いてありました。この山の上が普通に、ま、街を展望するような公園になっておりまして、ケーブルカーの7分の1ぐらいの値段でこの山の上までバスなら上がってこられるということです。そしてさらにこの上登ってきた後、山の上にあるさらに上を目指す展望台 N ソウルタワーというところに登ってみます。何やら落書きがしてありました。なんて書いてあるのかな、電話番号も書いてありましたが、翻訳するとギンポのイルンソンさん、電話していつも車の待機中。これはタクシーの宣伝なのか、それとも、まあ、ナンパ、多分ナンパだと思うんですけどね、デートスポットになっていましたから。このタワーに登るのがさらに1600円ぐらいかかりましたかね、1万6000ウォンと書いてあります。まあ、ちょっと高いかなと感じたんですが、登った価値はあったと最終的に感じました。ちなみにこれは自動券売機で買おうとしてクレジットカードなどやってみたんですが、うまくいかず結局普通に窓口のところで買いました。で、人が足りないのかわからないんですが、これ観光地でありがちな強制写真撮影コーナー的なのがあったんですけれども、そこに人はおりませんで、写真撮りたい人は呼んでくださいみたいな感じで書いてありました。私は一人ですからスルーしました。さらにその先、混むときは結構待つみたいです。エレベーターが1個でちょっと小さめでした。10分ぐらい待ちまして一番上のところへ到着。まず一番最初に感じたのはものすごく霞んでいるということです。ソウルはやはりそれだけ中国に近いですから、このように霞んでいる景色になりがち。今朝見た成田よりもだいぶ霞んでいると思います。そして眼下にさっきまでいたような中心部の景色と、あとは奥にかつて韓国に王朝があった時代の中心として使われた宮殿キョンボック宮、慶福宮の姿を見ることができました。さらにその慶福宮の横のところには、日本統治時代に韓国ならではの建物をずらっと作ろうと計画して作られた韓国の新しい新興住宅地といっても80年ぐらい前のものだと思います、北村韓屋村という観光地にもなっている住宅地があります。前回紹介しました。ソウル中心部の南側を支えている南山のところから街全部を見渡せるのが結構面白いです。またこの眼下のところにはかつて日本統治時代に朝鮮神宮という神社があって、それはもう現在取り壊されているんですが、跡地ここに今なんか四角い建物が建っていますが、アンジュコン、韓国の偉人とされている伊藤博文を暗殺した人の記念館があります。まあ、それについて今回はもう触れなくてもいいかなと思ったんですけれども、ただ前回訪れた場所が上から見えるということで、あ、この間あそこに行ったなという思いでズームしました。すみません、今回はね、そんな植民地自体のなんか是非とかについてあんまり考えたりするつもりはありません。すいません。また向こうのところに川が流れておりまして、あれがさっき見てきましたハンガンですね。ちょっと霞んでいるので分かりにくいですが、川があるのは確認できると思います。このハンガン周辺にも見どころとなるような場所がたくさんあるみたいです。橋がかかっていますね。韓国の中心部ソウルへ入ってくるための大切な道筋となる橋、昔は本当に数が少なかったみたいです。日本統治時代に橋が架けられるようになりまして、でここに4つ鉄橋が並んでいますが、その鉄橋のうち真ん中の緑色に塗られていないグレーの鉄橋以外は全部日本時代に作られたものらしいです。いろんな列車が走ってくるのがかっこいいですし、日本で見たような景色もあります。またあそこにもともと日本軍が駐屯していた場所があるらしく、その跡地が最近までずっとアメリカ軍が使っていたらしいです。しかしついに大部分をアメリカ軍から返還されることになりまして、ソウル中心部に今大きな空き地が空いています。引き続きアメリカ軍が一部の土地を使うらしいんですけどね。これが韓国の独特な景色でしょうか。また下のところにソウルステーションと書かれた前回も訪れたソウル駅があります。このソウル駅のところから出入りする列車を見ると、韓国を代表する高速列車 KTX 山川というそうですが、ヤマメの名前で知られておりますお魚をイメージした高速列車や、昔から使われている KTX 主要列車も見ました。また向こうに古そうな建物の見た目がありますが、あれは大統領府、ユン大統領とかがあそこで政務を取っているのだそうです。
そして昔このソウルタワーはそういう韓国の国家機密までもが見渡せてしまうような場所であるからということで、昔は立ち入り禁止になっていて展望台はあるのだけれど普通の人は観光できないというような時代が長かったそうです。そしてその後もその方面だけは有料のこの望遠鏡みたいなのが設置されていないという時代もあったらしいんですが、まあ、今はねもう航空偵察とかも当たり前になっているからということでしょうか、普通にデジタルテレスコープと望遠鏡が置かれていました。また晴れていれば、まあ、晴れる景色がどれぐらいあるのかわからないんですけれども、晴れていればここからはるか北の方にあります30キロほど北のところにある北朝鮮までもがこのソウルタワーから見渡せてしまうのだそうです。今向こうに霞む景色の中に何か建物と明かりが見えますが、多分あれは北朝鮮ではなくまだ普通に韓国でしょう。ものすごく晴れている時があったらまた来たいです。またこのように大気の状態が悪いわけですけれども、これ大気汚染状況、敏感な人には良くないという119という指数が出ていました。でこれ現在地が正しく反映されていなくて、私の現在地が東京だというふうに認識されていたんですけども、東京の2倍ぐらい空気が汚れているみたいです。中国から飛んでくるわけですよね。大変だろうと思いました。ただ中国はこの3倍ぐらい汚れているらしいです。またこの日は札幌も同じような汚染状況であったみたいです。ということでもう一度景色を見てみると、確かに上空の方は普通に青空になっていて、今日の天気は一応晴れなんですけれども、しかしものすごく霞んでいます。韓国は本当にこういう天気の日が多いみたいです。大変なこともあるだろうと思います。またトイレにやってきましたが、もうこれ考えることは世界中同じなんですね。男性の特権、札幌の JR タワーにもこんな感じのトイレがありますが、外へ向けておしっこをすることができるという立ち小便器があります。ちょうどその目線の先にはキョンボン君とそれから大統領府が、ユン大統領いつもありがとうございますという気持ちを持ってここで用を足してきました。それいいのかな、まあ多分大丈夫でしょう。それからまあこんな感じ、広々としたところにはこのカフェもあるんですけれども、今いちごキャンペーンをやっておりまして、韓国はいちごが名物なんですけれども、実はねこのいちごにはものすごくいろいろあって、まあ、韓国がなんか日本に対して違法なことをしてきたわけではないはずなんですけれども、ちょっとねいちごは韓国で日本人としてはちょっと食べがたいというのが正直あります。あの日本で作られたいちごが韓国に流出して、でそれを韓国同士で掛け合わせて韓国独自の品種としてなんか登録したりとかしてるんですよね。別にそれはなんか法律とかに違反してないらしいんで、韓国に文句を言うことは筋違いなような気もするんですけども、ただちょっとそれを日本人として飲むわけにもということで、ブルーベリードリンクを飲みまして、もっと暗くなるのを待ちますとよりソウルの景色がそれらしくなってきました。この景色が結構外国のものと比べても独特のものだなぁと感じましたので、図でちょっと見ていきたいと思います。まず高いビルといえばニューヨーク、エンパイアステートビルが有名です。ごい高さですけれども、周りにあるビルも高いので、それと混じりながら高いビル群を一緒に眺めるみたいな感じになるでしょう。で東京タワーも似たような感じで、まあ、今となっては周りのビルなどに埋もれている感もちょっとありますが、タワー自体はものすごくかっこいいという魅力があります。また東京にスカイツリーもあります。でこれは東京の都心中心部とだいぶ離れているので、その中心部をすごい遠くの高いところから望遠する感じになります。足元との下町との高さの差はすごく圧倒的な高さではあります。で次にパリを見ていきますと、これエッフェル塔は今となってはそれほど高い塔ではありませんが、しかし他に周りに立っている建物がみんな低いので、それと比べて相対的な高さはものすごく感じられるというのがエッフェル塔の特徴です。じゃあソウルはどうかということなんですが、ソウルの南山タワー、塔自体はかなり小さいものであります。しかし山の上に立っていますから、圧倒的に他よりも高い状態で見ることができます。高層ビル群を山の高いところのさらに上から見下ろすということで、高い建物を上から見下ろす珍しい体験ができるのがソウルの持ち味です。ちなみにこの南山タワーの高さ自体はスカイツリーと同じ海抜らしいです。ということで改めて見下ろしてみますと、確かに高層ビルを上から見下ろすという感じになっています。私が泊まっている建物、ちょうどあのロッテと書いてあるところの後ろにロッテホテルがありまして、30階を超える高さだと思います。どっかあの辺に私の部屋もあると思うんですが、その高層の建物を上から圧倒的な高さから見下ろしています。また先ほども渡ってきましたハンガン、明日もまた見に行きたいと思いますが、ハンガンも韓国夜景の一つとして力を入れているようでかなり明るいです。タワーを降りてきました。早めに降りてこないと多分並ぶだろうと思ったのですが、もうちょっと早く降りてもよかったかもしれません。タワー自体はね、こうやって見てみるとやっぱり分かる通り、そんなにものすごい高いわけではないんですけれども、しかし山の高さ分かさ増しされているのです。山の上からでもまあまあいい景色を見ることができます。タワーの上からの方がより迫力はあるかとは思いましたが、すごい、さっきよりもまた霞んできてますね。状況によってどんどん見え方が変わるみたいです。
山の上で普通にピクニックみたいな気分で安く旅行しているという韓国人の若い人たちもいて、特にカップルたちがみんなこうやって鍵をガチャンとかけていくやり方がだいぶ流行っているみたいです。韓国の人たちはなんかデートが好きっていう印象です。デートしてる人なんかすごいいろんなところで平日でもいっぱい見ると思いましたね。この翌日にも川のところに行きましたが、川周辺にいっぱいいました。夜景が始まってしばらくしますと、このケーブルカーで降りる人たちの行列が案の定長くなっていました。乗るまでに10分か20分ぐらい、でもかかるときはもっとかかるかもしれませんね。ちょっとそこを気をつけた方がいいかもしれないと思いました。今夜の8時です。韓国と日本の間には時差がありません。でその関係で日本の感覚からするとかなり日が沈むのが遅いと思います。夜の8時ぐらいに完全に暗くなるという感じです。何回か待って、私の乗れそうなゴンドラが上がってきました。ゴンドラは新しいやつみたいですね。リベット打ちではありませんでした。ケーブルカーに乗るとき、ロープウェイに乗るとき、皆さんはどっちに乗るのが好きですかね。私はやっぱり進行方向の後ろ側を見るのが好きです。みんなここでまた一生懸命写真を撮っていました。カゴの中から動く景色を見るのが楽しかったです。その後このケーブルカーの乗り場は実は街の中心部からかなり近いところにあるので、歩いてもホテルに戻ることができます。そのまま帰りは歩いて帰ることにしました。ナンさんの中腹のあたりまで、これは王子の飛鳥山公園にあるようなやつですね。多分無料なんだろうと思いますが、こういう斜めエレベーターみたいなのがありまして、長い階段を登らずに済むということで大人気、行列をしてみんな待っていました。みんな考えることは世界中同じなようです。降りてきますと、そこはソウルの中心部、もともと三越であったという新世界百貨店。この間冬に来た時はプロジェクト映像を流していましたが、今回は素材の味を生かしたライトアップをしています。またすぐ近くのところに有名なミョンドンがあります。つまりさっきの南山タワーとかミョンドンとか、私の泊まったロッテホテルとか、みんな徒歩圏内です。今回はかなり狭いエリアしか旅行しませんでした。お、救急車が来ていて119番と書いてあります。日本時代の名残で119番、実は日本語でも対応してくれるんだそうです。それはありがたい。韓国旅行の時は知っておきたいですね。さてこれがミョンドン通り。せっかくここへ降りてきたのですから、観光客はもうほとんどみんな訪れるというミョンドンを歩いてみましょう。ここは韓国の原宿みたいな感じのところですかね。外国人の方が韓国人よりも多いらしいです。この間行ったマッサージ屋さんがまた同じ方がチラシを配っていて、あ、スーツさんまたいらしたんですかと声をかけていただいたので、またチラシをいただいてきました。今回はちょっと時間の都合で行けなかったんですけれども、全体的にいつもクリスマスみたいなおしゃれなライトアップをしています。足元線が3本明るく引かれていますが、これ本当は5本だったんですね。でも右から2番目と真ん中のところは何らかのあれで消えてしまっているみたいです。で今映しているこの店がそうだというわけでもないんですけど、ミョンドンでもまた偽ブランド品みたいなのを売っていました。偽物あるよ、ミョンドンではパチモンって言ってる人が多かったかな。パチモンあるよ、ほら別に買えとは言わないから見てって見てって。これね、この店がそうだって話じゃないんですけど、店の裏側の方に表には出せないようなやばい偽ブランド品とかも隠し扉みたいなところの裏になんか置いてあったりとかするという話も聞きました。偽ブランド品を購入したり日本に持ってくることは、私が知る限り確かそれで処罰されるとかなかったかと思うんですけど、税関で没収の対象になるというのが基本ですし、まあ、基本的に知的財産権の侵害に加担しているわけですから、そういうのは買わないようにしましょうと。歩いてきたところでまたイチゴとか、それからシャインマスカットを売っている屋台がありました。まあ、さっき言ったようにね、別にこの果物を売っているお店の人がなんか悪いわけではないんですけれども、もともとは日本のものが残念ながら権益を守ることができず韓国に流出してしまったという日本人としてはちょっとやるせない光景ではありますので、すごい美味しそうなんで食べたいんですけどね。めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。でもここは我慢でいいかなと思いました。まあ買うなとは言いませんけどね。さてここにカタカナでオダリチブと書いてありますお店があります。ここね結構いいところらしくて、今回ちょっと教えてもらってきたんですけれども、韓国醤油漬け5大名店K-POP スター有名店と書いてあります。ここはすごく良心的ないいところだという評判です。お店の中はお客さんがものすごくたくさんいるので混雑してちょっと狭い感じですが、その分並ばずに済んでいると考えれば狭くても納得できると思います。さてまず注文すると持ってきてもらいました韓国ならではの漬物セット、これもいいんですけれども、一番のごちそうはこれです。渡りガニの醤油漬け。え、これ食べ物なの？最初に私どんな食べ物なのか分からなくて、この店に行ったらこれを出してきてもらったんですが、これどうやって食べればいいのかって、これ食えんのかみたいな、いろいろちょっと不安があったんですが、店員さんがもう日本語ができる方も大勢いらっしゃいます。英語はもうみんな大体喋れるかなみたいな感じで、日本語で教えてもらいました。この醤油をまずご飯に4杯入れて、その後カニの身も入れて、それで食べてみてくださいね。醤油漬けを楽しむためのご飯、
これはね、結論を言うとウニみたいな感じでしたね。なんか見た目がちょっとグロテスクです。カニの内臓をこうご飯に乗っけて食べる。こんなもん食えんのか、そればっかり思ってたんですが、口に入れてみると実は全然癖などもなく、なかなかハードな見た目でありながらとても食べやすい。ウニ丼が食べられる方だったら全然問題なく食べられるんじゃないかな。それよりむしろ癖が少ないかもしれないと思いました。店内では日本語で歌を歌ってくださる韓国の方がいて、いつも日本語ではないんですけれども日本語の時もありましたね。美味しい食事、結構高級な食事と日本人も意識した手厚いサービス。この真ん中の黒縁メガネの方がオーナーの方みたいで、この時はこの方が歌っていましたが、歌がものすごくうまかったです。実際音楽関係の仕事をされている方なんだそうです。あの著作権とかそういった方面でかなり活躍されているのそうで、その関係でしょうね。有名な K-POP スターも大勢ここに来店して紹介されているそうです。ホームページ日本語で書いてありました。3階ではということだと思います。毎晩デビューを準備している歌手たちがリアル K-POP ライブを開きます。練習生とか将来 K-POP スターとしてデビューしたいという人たちがここで歌を歌っている光景を見られるそうです。なるほどね。でこの時はそういう方ではなくオーナーが歌ってたみたいなんですけど、時によっては多分そういうことがあるんだと思います。この方がオーナーさん。後でお話しする機会もあったんですが、ものすごくいい人でした。コロナ前は年に10回以上日本に来ていたという話です。またこの醤油漬けとかはもともと生のものをそのまま加工するわけですが、衛生状態をちゃんと確保しながら作るのは結構コストがかかるのだそうで、その関係で高級料理となっていて、まあ、1人当たり3500円ぐらいするのかな、でもいい値段がするんですが、安心して新鮮な感じでいただくことができました。本当に美味しかったです。その後まだもうちょっとなんか食べたいなと思いまして、チキン屋さんがたくさん並んでいるところを見つけました。この辺がね、全部チキン屋さん、要はフライドチキンですよね。大体の場合韓国ではこのフライドチキンを食べるという文化がものすごく根付きまくっているらしく、世界にあるマクドナルドの店舗数よりも韓国の中にある、韓国結構小さい国なんですけど、その中のチキン屋さんの数の方が多いらしいです。日本のコンビニより韓国のチキン屋の方が多いらしいです。ということでこの店でなんか行列ができているところが有名らしいので、一応そこで食べてみることにしました。店の前のところに人がたくさん並んでいます。であそこで待っているとたまに店の人が外に注文を取りに来てくれて、それでお金を払って予約できるみたいな感じになります。なんと45分待ちみたいなことを言われました。そんなにかかるのかと驚きましたが、まあ待てるので待つことにしました。これぐらいの時間に出来上がるとのこと。大丈夫です。40分待ちといってもすぐ近くにホテルがあるので、一旦ホテルに入ってシャワーでも浴びて寝る支度ある程度してしまえば時間はそんなに気にならないと思います。立地の良いホテルに泊まっているので何度もホテルに戻ることができ便利です。部屋で風呂に入ってもう一回外へ出ようと思って見てみると、うわこれはすごい眺めだ。パリで見た高級ホテルの景色に似ています。奥にライトアップされた朝鮮風の滝、韓国風というべきかな、それから高い天井、これがラウンジですね。あそこで食事とかお茶飲んだりしなかったけど、今回来た時はねやらなかったんですけど、また来てもいいかもしれません。外もこの格好で深夜まで寒くありませんでした。それでもう一度さっきの札を持って、これハングルで 半分と書いてあるんですけど、ハーフ&ハーフのやつのチキンを購入しました。思ったよりも量が多くてびっくりしました。まあ確かに2万ウォンもしたんでね、2000円ですから、それは量も多くてそれはそうだよなと思ったよりも大量に注文してしまったんですが、韓国でのチキンというのはかなりいろいろなものとセットになっているそうで、それが普通なのだそうで、大きなチキンの箱、さらにコカ・コーラと、あと謎の豆腐みたいな入れ物がありました。このね、豆腐みたいなパックの中に入っているのは大根でしたね。これがそのハーフ&ハーフなんですけれども、赤いやつはちょっと辛かったです。でこれが一緒についてきまして、すごい良かったです。でも日本でもこういうのやってくれればいいんじゃないかなとか思ったんですが、プラスチック削減とかの問題もあるのかな。見た目が汚くてすいません。いい音がしましたよ、サクサク。あとね、韓国でこういう図が話題になっているそうでして、文系に行っても理系に行っても最終的にはチキン屋になるか餓死するしかないみたいなのが韓国のスラングとしてあるらしいです。見てみるとちょっと図がガバガバすぎるんでどうなのかと思うんですけども、いい音がしますよね。僕が食べている映像がちょっとあまりにも見るに耐えないというご意見が多いので、映像なしで見ていただきました。それからこういうのもありますね。さっき謎のセットがついてきたと思うんですけど、豆腐みたいなパックの中に入っていたのは多分大根かな。すごい美味しかったですね。口直しになりました。じゃあもうそろそろ完全に歯も磨いて寝ようと思います。
韓国の水道水はとても上質で、まあ、日本とどちらがとかそういうことはわからないんですけれども、国際的ないろいろな基準なども満たしていて、飲もうと思えば別に全く問題なく飲めるそうです。ただあまり飲む人はいないらしいです。あとコンセント事情について、韓国は基本的にこういうヨーロッパ風のコンセントになっていて、これをガチャンと差し込むことによって、変換をするというのが、まあ、海外旅行でよくやるパターンなんですけれども、このホテルについては日本方式のやつと、それから全世界対応のものといろいろと備わっていたので、特に変換コンセントなどを用意しなくても結果的には大丈夫でした。さて翌朝です。ロッテホテルの朝食付きで予約しておきました。かなり豪華な朝ごはんだろうと思いましたので楽しみでした。これはお粥コーナーですね。お粥コーナーの手前のところに韓国のりやごま油コーナーがありまして、これがすごい美味しかったです。それからこちらは普通のご飯、まあ、朝鮮米というやつだと思います。炊き方も美味しかったです。それからこれはヨーロッパ風の料理のコーナーがありまして、こういう感じでヨーロッパ料理によく見るような感じの、そこら辺も充実していました。普通の西洋のホテルより良かったですね。それからここにずらっと並んでいるのは、これはシリアルコーナー。それだけでも種類がたくさん、ジュースもこのように7色と言っていいぐらいにたくさんの種類がありました。あとは韓国は焼き菓子が美味しいイメージですが、右側のやつとかエッグタルトとかですね、あれも美味しそうでしたね。ずらっと並んでいる西洋風のメニューもあり、ものすごく選択肢が多かったです。西洋風の料理も、やっぱなんかヨーロッパで食べるのより美味しそうなんですよね。韓国は全般的に食事が美味しいという印象です。オムレツも頼めば作ってもらえます。一泊では到底全部食べたいものを食べきることができないぐらいたくさんの魅力がありました。私はとりあえず朝鮮米とプルコギ、あとは西洋風のサラダとか、あとお粥とかカニとかが入ったカリフラワーのスープ、エビの茶碗蒸し的なやつなど、茶碗蒸しは日本とはだいぶ味が違いましたが、エビを食べる機会が多いんですかね、全部美味しくいただきましたが、特にやっぱり韓国海苔が美味しかったな、それが一番の感想かやと思うかもしれませんが、ああカニも美味しかったですよ。まあ、正直ね、朝昼晩の食事が楽しみになる国って僕はあんまりないんですけれども、韓国はそういう楽しみになりますよね。ホテルの玄関出たところに謎のヒーターみたいなのがありました。これ韓国寒いですから、4月になっても夜まあまあ寒いということで、玄関先を温めておくための暖房機でした。さてホテル周辺をちょっとぶらついてみたいと思います。この周辺には日本時代に建てた古い建物がいっぱいあります。この奥にちょっとがっしりした建物が建っていますが、あれもそうで、ソウル市役所としてもともと使われていたものです。でこれ日本が作ったもので、日本時代にはこれは慶城府、まあ、大阪府みたいな感じですね、慶城府の庁舎として使われていたのだそうです。1926年のもので、今はこの奥にあるガラス張りの大きな建物、津波と呼ばれているんだそうですけれども、通称津波と呼ばれている、こちらが新しいソウル市役所となっています。でいやさすがにちょっと津波はやばいんじゃないかと思ったわけですよね。いやそんなもの作って、日本人なんかこれ津波でもうみんな死ねばいいんだみたいな、だからそういう風な考えで作ったように見えますよね。いやいやさすがにどうしちゃったのと思ったんですけど、まあさすがにそういうことはないだろうと思ってちゃんと調べましたら、これはもともとこの新しい庁舎の案を東日本大震災よりも前から考えて実際に作っていたところで、なんとまさにこの建物にそっくりな津波が発生してしまったために、新しい庁舎が津波と呼ばれるようになってしまったという経緯があるみたいです。さすがにそれをイメージして作ったというほどではないみたいです。まあ、韓国としてはおそらくその日本統治時代とかを乗り越えてさらにより強くなっていこうということで、この古い建物を上から覆いかぶさるような新しい庁舎を建設したっていうのがデザイナーの方のね考えかなと思いましたが、詳しいところはまあ私もまだ調べきれていないと思います。日本語での説明も書いてありました。基本的な一般的なことが書いてあると思います。日本語での案内とかがかなり多い印象ですね。実際日本人も多いですし、日本語で話し対応してくださる方の数は半端ではなかったです。で前に来た時は月曜日は入れなかったんですが、月曜日やってないみたいなんですけども、今日は月曜日ではありませんので見学できます。入り口の部分は木製ですね。1926年となると、日本が自分なりの建物を作れるような技術力ができてきた頃ですからね、ここにあえて木を使っていったのかなと思いました。中も荘厳な見た目になっています。この建物もともとは地下深かったわけではないみたいなんですけれども、新しい技術力を駆使して地下深くまで杭を打ち込み、そして天井までもまた上までかなりの長い吹き抜けになっている面白い構造です。でこれ上から航空写真で見るとかなり細長い建物だということがわかります。四角い建物に見えるんですけど、実は壁のような感じです。本当はこの壁ではなく、この、まあ、映像で言えばこの方向にですね、
もっと別の建物とかもあった複合的な建物だったんですが、それは取り壊されました。新しい建物を作るためです。まさにこれは東京駅の前に東京中央郵便局切手っていうのがありますけど、それと同じような感じで、韓国でもね、切手って東京中央郵便局というのとここの構造は似ていますねというふうに指摘されたりすることがあるらしいです。ただ私の今いるこの辺まではつまり日本時代の景色であり、また元々の市長室を再現したようなコーナーなど博物館的な役割がありました。これは日本時代のソウルの景色、当時慶城と呼ばれていた景色、そして下は今の発展したソウルの姿ですと比較されています。日本時代の写真を見ると、さっきあそこに神社がありましたがみたいな話をしましたけど、その時の神社の景色が写真に写ってますね。うわ、これは貴重な写真だ。別になんかその正当化するかそういう意図は全く別にない、どういう考えもないんですけれども、貴重な写真であることは間違いありません。またこれは大韓民国になってからのアドバルーンでスローガンみたいなのを掲げている時の写真なんですが、まあ、スローガンの内容は割と今の感覚からすると普通の内容が掲げられていたようです。みんなで頑張りましょうみたいな感じ。そしてここでの 見どころといえば屋上の展望台、特に誰にも合わなかったですが、まずその津波と呼ばれております、うわ確かにこれは津波だなという感じの新しい庁舎が覆いかぶさる様子を見られます。そしてここから見るべき景色はこれです。韓国の世相王子というのかな、ここが一番の目抜き通りだと思います。前回も来た時歩きましたが、王宮京北郡に続く一番の中央道路であります。背景に山を抱えて風水などのことも考えて作られたという景色で、その京北郡のところがあそこなんですけど、そこから反対側を向くと道の反対向きに広見ました南大門がありまして、門からまさにその王宮までの一番の入り口の道を全部この建物の上から見下ろすことができるわけです。結構いい眺めだと思いましたが、何やらジャンジャカジャーンと音が鳴っています。朝鮮風の服を着た人たちが大勢歩いています。これはね、すぐ近くのところに小さな宮殿があります。ソウルにいくつか宮殿があって、でその中の一つがこの市役所のすぐお隣にあるんですけれども、特殊宮というんだそうですが、そこで昔の衛兵の交代を再現することをやってるんだそうです。さっきのね、京本郡京福宮の方でもやってるんだそうですけど、ここでもやるんですね。道端で普通に交代儀式をやってるので、ちょっとそれがシュールで面白かったですが、やってくれていい雰囲気を作っていると思います。またソウルの良い雰囲気作りといえば、街の至る所にちょうど春の訪れということで、お花がすごいですね。これね、もうこの辺だけじゃないんですよ、至る所がこんな風になってまして、かなり力を入れて街を美しくしようとしているのだなということを感じました。さて、せっかくあるのですから、今衛兵の交代式をやっていた朝の9時から夜の9時までやっているという特殊宮の見学に行ってみたいと思います。今まさにこの辺りをもっと魅力的な雰囲気にするための改良工事をやっているところです。入場券はわずか100円、そして入っていく前にここで馬から降りてくださいみたいなのがあって、で川で橋を渡っていくような演出がなされていましたが、これなんか日本の伊勢神宮みたいなところと似てますよね。やっぱ重要なところに行く前にまず川を渡らせるというのが東洋の文化なのかなと思いました。ここでハンギョレという韓国の新聞社が出している興味深い記事を見つけたんですが、日帝時代に隅に追いやられた特殊宮光明門が本来の位置にと書いてあります。これ門がありますけども、この門もともとここの場所にあったらしいんですが、日本が韓国を植民地にした後、この門とか周辺のものを解体したり移設して改造したりということをいろいろやりまして、でその時にこの門も別の場所に行ったそうです。それを昔のこの時の光景ですね、オリジナルの場所に戻しましたよというニュースだったようです。昔の写真がこれで、今でも同じような景色を見ることができ、この奥のところには韓国の王朝時代最末期の王様高宗という人が、王様がここで住んでいた時の建物などが残っています。そして奥にも結構すごい建物があります。石造り殿、これを見に行った方がいいでしょうかね。韓国が植民地になる直前ぐらいに完成したそうです。韓国の迎賓館のような建物として意図して作られたというこの建物、こういう、まあ、近代的な明治時代とか昭和初期ぐらいに建てられてそうな古い建物は大体全部日本が作ったものなんですけれども、これはそうではありません。これは韓国が独自に作って、まあ、正確に言うとイギリスに発注して、そしてイギリスの技師などの力を借りて作り上げた韓国の迎賓館オリジナルの建物なのだそうです。そういうね、韓国が自分で作ったこの近代建築っていうのはかなり珍しいと思います。
韓国を象徴するムグンファの花、ムクゲの花がそこに書いてあるのが証拠となっているようです。またこの建物のすぐ横のところにまた立派な建物があります。1939年にこちらは作られたもので、朝鮮総督府美術館として設置されたそうです。本当はもっといろいろ巨大な博物館をこの特殊業の敷地の中にいっぱい作るつもりだったらしいんですが、戦争が始まってしまって予算的な問題もあり、これしか作ることはなかったそうです。石造り殿と合わせて朝鮮総督府の美術館として使われたとのことです。この石造り殿の中を見ると見事な西洋式の建物になっていました。中は予約した人だけが見学できるということになってまして、でちょっと時間の関係もあったので今回はそれはやらなかったので、外から見られるところだけ見学しました。まあ、ちょっとね、あんまり今回韓国の植民地時代のことについては前回触れまくったので触れなくていいかなっていうのも僕の考えだったんですけども、どうしてもこういう歴史的な観光地に行ってしまうと日本時代のことがかなり色濃くいろんなところに歴史で残ってるので触れないと面白くないんですよね、観光の体験としてね。だからやっぱどうしてもそれは見ていくべきなのかなと感じたところです。これカササギだそうですね。前回視聴者の方に教えていただきました。さて、あてもなくブラブラしていると、うわなんか謎の、あれこれはなんか変だぞ、変なところにこれ国旗掲揚台だと思うんですけれども、という石造りのものがありました。多分日本が作ったやつだと思う。あ、なんか穴が開いてますね、うん、これ多分ここに日の丸みたいなの刺してたんじゃないかな。ただそれにしては穴が細いのでもしかしたら違うものかもしれませんが、ともかく本来の役割を果たしていない謎の構造物がここに保存されています。よし、とりあえず昔の写真を検索して手がかりだと思いまして、本当はね今回こういう風なことをやるつもりあんまりなかったんですけれども、特殊牛日程共戦記という風にハングル翻訳して検索するとありました。うわ、昔はさっきの石造り殿の正面のところにこれ立ってたんじゃないか。でも今はね多分それをここに、結構外れの方なんですけれども移設したみたいなんですよね。で移設したと僕は考える根拠なんですが、これすごい斜めになっています。これがもし本当に国旗掲揚台であればここに旗を刺して高く掲げるはずですから、これが斜めになっている、この上に刺す旗も斜めになってしまう、すごい不格好になるはずなんですよね。だから少なくとも最初からこの状態ではなかったんじゃないかと思います。これもものすごく斜めになっています。でとりあえず一旦さっきの石造り殿のところに戻りました。これの真正面にさっきのあの謎の国旗掲揚台が昔あったはずです。昔の写真ではそうでした。しかし今見るとありません。昔はあそこにさっきの謎の台があったはずですが、今はベンチのようなスペースになっています。ですから移設されたという可能性はますます高くなってきました。なぜ移設されたのでしょうか。日本が作ったものだからそれを元の姿に戻そうということで移設したか、単に邪魔になったかということだと思います。でもオリジナルだったら移設しないでしょうからね。ここには芝生が敷かれていて立ち入り禁止となっていました。日本語でも注意書きがしてありましたが、芝が生育しています、それだけ書いてあり、なんか示唆に富んだような感じですごい良かったですね。芝が生育しています、しみじみとするような注意書きでした。それだけ見りゃ分かりますからね。確かにそのお隣にはここで高層皇帝が亡くなったという建物があり、ここに暮らしていたらしいんですけれども、それはね、日本があの暴殺したんじゃないかということで北朝鮮とかそれを日本が殺したんだっていう風に言ってたりとかもするらしいんですが、ともかくこの建物寒くないのかということがものすごく気になります。韓国寒いですからね。でどうやってたのかなと思って建物の周りを一周してみましたら、ちょうど面白いものを見つけました。滝口、英語の方が分かりやすいです。あ、フュールホールオブオンドル、ちょうどお昼を知らせる教会か何かの鐘が鳴っていますが、とりあえず見てみます。ここで多分ボンボン火を焚いて、そして暖かい蒸気みたいなのを作ってこの奥のところへ送り暖房していたようです。今はもう暖かい時期ですからあまりオンドルが使われていないと思いますが、寒い韓国では冬の時期になると蒸気暖房オンドルを使って温めてくれます。日本だと五所掛温泉とか東北地方の温泉地にちょっとありますね。なるほど。それからこちらにも昔高層皇帝が住んでいたという建物があるんですけれども、お、これはまず石造りとかになっていて、まあ、西洋風の造りをしています。この建物、高層皇帝が拠点として使っていたところ で諸外国に自分の国をちゃんとした立派な国だというふうに見せるためにも結構頑張って近代化を進めているアピールのためにですね、先進的な構造を取り入れていたらしいんですが、よく見るとあれこれ鉄骨造りに見えるけど鉄骨に似せた
火の柱じゃないかということが分かったのです。これどういうことかというと、これこの間パリに行った時の映像なんですが、1867年に当時の最新技術を使って作られたパリ北駅の大屋根があります。でこれは鉄骨なんですよ。でこういうのが、まあ、19世紀後半ぐらいの新しい技術として取り入れられていたものなんですけれども、見た目だけはそれを真似しようとして作ったやつだと思います。でここにも飾りがあり、ヨーロッパとかに行くとこういった飾りは全部金属製なんですけど、多分当時まだ韓国の国力とかその鉄とかを作る技術とかがだいぶ少なかったので、こういう風な木のものを作った魏洋風建築でしょうね。日本にも魏洋風建築はあります。西洋風に見せかけた日本の工法で作った建物っていうのはいっぱいあるので、別になんか韓国が遅れているなとかそういうことは感じませんけれども、へえ、いい発見をしました。さてこの宮殿の見学をとりあえず終わりにして次の場所へ。大韓帝国皇帝高宗と書かれた肖像画がここに3つ並んでいました。全員同じ方、高宗皇帝です。退位することになりまして、その後継いだ順宗皇帝が大韓帝国朝鮮王朝最後の王様ということになりました。さてここでちょっと地図をご覧いただきたいんですが、現在地は赤い枠でくくった徳寿宮です。それに対し北側に青い枠でくくった慶福宮というのもあり、こちらの方がより正式な宮殿となります。ここで一つ疑問が湧きます。正式な宮殿慶福宮がこの北側にあるにもかかわらず、なぜこの徳寿宮の方を高宗が重視したのだろうかということです。重視したと言いますのは、つまり少しでも西洋風に近づけようと頑張って作ったこういう建物があったり、あとは普通にイギリスに発注して作ったこんなすごい建物とかがあったりするわけなんですが、これなんで正式な宮殿じゃなくてこっちに作ったのかということです。でその理由を知るために、まあ、ネットでいろいろ調べたりもしたんですけれども、ここの宮殿の外へ出て壁伝いにちょっと北の方へ歩いてみることにしました。これ結構ね、ここから先のところが面白かったです。ちょうど今お昼休みということで、大勢韓国人のオフィス勤務の皆さんが外へ出て休憩を取られているところですが、この奥が行き止まり風になっています。で立派な門などが作られていまして、あの門がどこに続いているかと言いますと、この裏側はこれイギリス大使館なんですね。今でも使われていますが、昔もそうだったみたいです。このイギリス大使館の横、こんな風にして壁で仕切られておりまして、大使館の中には当然入ることができませんが、ここにもう一度門があります。でこの門をくぐると、今出てきたばっかりの徳寿宮の中にもう一度入ることになります。これはね、要は歩道がこの辺にないみたいなんですが、歩道を作った方が便利だからということで、本来であれば100円払わないと入れないんですけれども、その中にまあ改札街みたいな感じで無料で入れる通路を設けて、でここだけを区分けして一般歩道として時間帯限定で開放しているみたいです。ということで、もう一回宮殿の中にタダで戻ってきているんですが、この右手のところにウクライナの国旗とイギリスのユニオンジャックの国旗が並んでいて、なるほどここがイギリス大使館だということがわかります。これね、イギリス大使館とかそういうのがいろいろ近くにあるのがここが重視された理由らしいんですね。こんなことが私たちの歴史ネットというところに書いてあったんですが、西洋人がたくさん住んでいた場所、チョンドン、この辺にはロシア公使館以外にも様々な国の公使館があり、西洋人もたくさん住んでいたので、日本の干渉を避けて外交活動をするのにいいところだと思いましたということらしいです。向こうにレンガの建物が見えます。もう一回普通の道の方へそのまま通路を進んで戻ってくると、今度は国王陛下の紋章とかがありまして、まあ、完全にこの向こうはイギリス感があるなというところですけれども、このイギリス大使館の壁もレンガはイギリス積みになっていました。この長い面がこちら側に見えているのはイギリス積みなんですよね。こんな感じでかなり国際色豊か、特にここにはすぐ横にイギリスの建物があり、またこれですね、雰囲気のある狭い道があるんですが、高層なんとかとか書いてあります。これ下の方の説明を読むと、英語でキングズロードと書いてあるんですが、昔高層が逃亡した時にこの道を使ったらしいです。これどういうことなのかと思ってちょっと調べてみたんですが、そして図を作ってみたんですが、もともと高宗皇帝は奥さんの敏妃と一緒に慶福宮正式な宮殿に住んでいたようです。ただ当時大変気な臭い状態で、日本とロシアが思い切り対立し、その後日露戦争も起こるというような時でした。そのロシアに対する防波堤のような意味もあって、朝鮮半島を日本は必要としていたようなんですが、ただ日本が朝鮮半島に進出することを良くないと思っていたのが高宗皇帝の奥さんの敏妃です。どちらかというと敏妃はロシアの方に肩入れした方がいいんじゃないかと考えていたようです。日本側としてはこの人がいると困るから消してしまいたいということで、それを実行してしまった人がいました。三浦五郎という日本の公使が慶福宮の中に忍び込んで敏妃を殺すという大変な事件が起こったわけです。そして実際にそれは成功してしまったんですが、
そうなりますとビンスさんは殺害されて、その後一応構想皇帝もまだ慶福号の中に残ってはいたんですが、その後こっそりとロシア公使館に退避して、結局慶福号に戻ることはなく、周りに外国の大使館もいろいろあるような特殊宮に避難して、そしてまあそのままそこで生涯を過ごすことになったのだそうです。ということで、この特殊宮の方が、まあ、周りに外国の人もいっぱいいるから使いやすいということもあったんでしょうけれども、外国のもの、進んだものを取り入れていくような場所として整備されていったということであります。そして今歩いているこのキングズロードというところなんですが、これはその高層皇帝がロシア公使館に退避するという時に実際に歩いた道を再現しているようです。高層皇帝は夜中、人知れず小さなカゴみたいなものに乗って、ごくわずかな従者の人たちを連れて、そしてここからこっそりとロシア公使館の中に入っていき、そこでとりあえず正式な皇帝の居場所としていろいろな仕事をしていたような時期もあったのだそうです。そのキングズロードを全部抜けたところは公園のようになっていまして、高台の上のところに、これ今工事中なんですね、もともと大きな塔があったのを修理しているみたいです。でここにもともとその高層皇帝が逃げ込んだというロシア公使館が建っていたそうです。今後もおそらく治ったらまた昔のような景色が見られるのだろうと思います。昔はもっと立派な外観だったようですが、その塔だけが今でも保存されているということみたいですね。この周辺はあれ結構古い建物なんじゃないかと思うんですけど、昔のマンションみたいなのがあったり、それからこれも各国の旗がずらっと並んでいますが、各国の大使館があって昔から国際的なところだったのかなということを想像させます。まあ、ちょうど東京の六本木みたいなあたりでしょうか。その後はタクシーでホテルに戻ることにしました。まあ、歩いてでも戻れるような距離でしたが、ソウルはタクシーがとても安いので、どちらかといったら乗ってる方がむしろ得をしているような気分になります。ただ一方通行がかなりいろいろあるらしく、ホテルまで戻るのにはまあまあメーターが回りました。タクシーの運転手さんがわざと遠回りをしているとかそういうことはなさそうです。ちなみに運転手さんは大体ものすごく親切です。これでホテルに戻り改めてチェックアウトをしまして、もうお昼になっています。清景川という川が流れていました。ソウル中心部にある川で観光地になっています。韓国人の人たちにとっての憩いの場でもあり、写真を撮ったり、あの川の真ん中の飛び石みたいなところも人気みたいです。あそこでも写真を撮っている人がいますね。まあ、この辺はちょうど東京の丸の内とかと雰囲気が似ているのかなと思いましたね。こういう綺麗なビルがずらっと並んでおりまして、皆さん今お昼休憩の時間、お昼ご飯食べに出る方も多いので、複合ビルの中に入っている、もう完全に地元の韓国人向けのところだと思います。こういう食堂街みたいなところで一箇所を選んで注文することにしました。お店の名前がフードカフェなんとかちょっと読めなかったんですけれども、多分 Google レンズの機能を使えばこのハングルも読み取れると思います。でここで普通に韓国人向けのメニューを注文しまして、まあ、ビビンバ注文したんですね。ビビンバ700円ぐらいでした。まあ、普通の値段かなと思います。でこれをスープがついてくるのですくったりとかしながら全部一緒に混ぜてしまうというのが一般的な食べ方です。前に韓国に来た時もいっぱい食べました。ちょっとコチュジャンが入ってて割と辛かったんで、それは抜いてもらえばよかったなと思いました。多分できたと思います。でそれに加えてこのキンパというのを注文しまして、1本350円とか400円ぐらい、すごい安い値段なんですけども、さらに漬物までセットになるということでものすごく安く、もうキンパだけで食べてる人もいましたね。でここからちょっとね、もう一人あの韓国に旅行しに来てるもう一人私の知り合いも一緒になりましたので、2名行動になってるんですけれども、野菜たっぷり、いっぱい野菜食べてるなと思って調べたんですが、実は韓国は世界でも最上位レベルで野菜をいっぱい食べる国らしいです。少なくとも2000年ぐらいまでは世界一レベルで野菜をいっぱい食べてたんですよね。野菜摂取には向いているところです。さてなんかハングルをいっぱい書いているような車が、摂取王子ですか、こうブーンと通ってますが、あれはねユン大統領が不正をしているみたいな政治主張をするための外戦車みたいです。あれ大丈夫なんですかね、同行法的には。韓国にもあると思います。さてここからバスに乗りまして、また一停留場分だけ進みます。当バスは2023年3月1日にキャッシュレスに変更され、そうなんですね。前に韓国に来た3ヶ月前と比べてもだいぶ情勢が変わってるみたいです。前はね現金でバスに乗ることもできたみたいなんですけど、今ついにスイカ専用みたいな感じになりました。これこの間2日に分けて訪れた大韓民国歴史博物館ですね。結構あの動画長くて見づらい感じになっちゃったかなとか思ったんですけども、歴史博物館のシーン好評いただいたところでした。これでバスに乗りまして、まあ、この後また歩いてここを目指していくんですけれども、慶福宮の前を通過し、その後その慶福宮の、まあ、位置で言えば左手にあるようなところに、また原宿みたいなところがありますので、ここで降り立ちます。で僕が乗ったバスは7212系統というやつだったんですが、
これはね、乗った時と降りる時とどちらも IC カードのタッチが必要みたいです。そうじゃなくて乗る時だけタッチすればいいやつもあります。多分色とかで分かれてるんだろうと思いますが、その違い未だ理解してないんですけれども、周りの韓国人の動きを見ていれば、まあ、あまり間違いないかなと思います。でこれで金福宮のちょっと横のところに来たわけですが、ここにこんな感じコスプレコーナーがありまして、昔の朝鮮人みたいなちゃんとした格好の真似ができる、お店がいろいろと並んでいます。で僕が行ったところはまずお店で、手続きをして自分のパスポートとかを店に預けた後、こういうロッカーの鍵を借りるんですけれども、それでこのロッカーで、自分の荷物を置いたら自分の好きな服を選ん でこんな感じのサイズを見本にしてくださいねとかですね書いてありますの でそれをこう見て、あこんな感じかなと服を、自分の必要なものを見繕って借りてきて、でそれで、昔の人の格好に扮して最後料金を支払うというような感じになります。で追加300円で帽子も借りられるんですが、多分これ借りた方がそれっぽくなると思います。ちょっと髪が長すぎたんですけれども、それでその格好をしながら街を練り歩いたり景福宮の中に入っていったりすることができるということで、まあ、特に女性がチマチョゴリを着るのがすごい人気なのかなと思います。ちょっとね最初行ったんで思ったよりも手間取りまして、少し服を着替えたりとかするの全般的に時間がかかりましたが、景福宮の中に大勢来ている人がいますね。ここまで3ヶ月前に来た時は入場料金があったと思うんですが、今無料になっていまして誰でもタダで入れるみたいです。前300円かかったと思いましたよこの間は。また人気の場所としてこんな感じ、ちょっと壁とかがすぐ近くにあるような背景を用意しやすい場所では、海外からの観光客の人がお互いに写真を撮り合って楽しそうに声を上げる様子をよく見られたんですが、なんか遠巻きに見るとね、まるで昔の朝鮮時代の宮殿にやってきていたその、まあ、なんていうんですか、女の人たちみたいな、まるで昔の女性たちの姿を遠巻きに見るようだと思って面白いので、これを背景にして写真などを撮らせてもらいました。まあ、本当に昔着ていた服とは多分ちょっと違うところも多いと思うんですけどね。その後一旦宮殿の外に出てきまして、このベンチとかがあったんでそこに座っている自分などを撮ったりもしたんですが、結構面白いなと思ってね。突然変なわけのわからないところに連れてこられた昔の朝鮮人みたいな姿で、これはこれで面白い光景の写真が撮れると思いました。伝統的なところで写真を撮るのもいいんですけど、なんか僕だったらもういっそのこと朝一でここで服を借りて、この服のまんま KTX に乗ってプサンまで行ったりとかね、この服着たまんまなんか飛行機に乗ってチェジュ島まで行って、チェジュで1日観光した後またそのまま服でレンタル時間ギリギリまでずっと過ごしてですね、で最後またこの服に乗って韓国の国内線に乗ってまたソウルまで帰ってくるとか、なんかそういうことをやりたいですね。それも面白いんじゃないかと思いますけど、外国人観光客、まあ、西洋の人たちからは結構面白い目で、にこやかに見てもらいました。こんなスクーターがあってこれ借りて移動しようかと思ったんですが、ヘルメットがないとできないということで諦めたんですけれども、こういうのに乗ってね移動するのができればそれも面白いと思いました。自転車とかいいかもしれませんね。今回は1時間半しか借りませんでしたが、それで1300ウォンでした。結構安いと思います。で服はまあ本当の昔の作りではないと思いますから、こんな感じスナップとかになっていて簡単に着られるような構造になっていました。まあサイズ感とかもね、どうしてもフリーサイズとかになってたりして、まあ、若干特に男性用の部分はあのブカブカになってしまったりすることもあるんですが、まあ遠巻きに見ればそんなわかんないんじゃないかな。あとは足元の部分はこういう風にして止められるような構造になっていて、本当はここボタンで止めた方が良かったんでしょうね。今回着ている時は正直全然気づきませんでした。また来た時もなんか面白いからやってみてもいいなと思いましたね。これで街中練り歩いたりとか、地下鉄とかに、まあんまりやると変な日本人がいるぞみたいな感じになるかもしれません。ちゃんとこういう風にお花のマークとか入ってましたね。景福宮のすぐ左手のところにこのように韓国の服をレンタルするハンボック、現地では言うのかな、あの韓服レンタル屋さんがたくさんありまして、僕の行ったお店は壁の色が黄色いお店だったんですけれども、まあ、韓国に行ったら若い人なんかはぜひやりたいという体験の一つだろうと思います。その後はまた気楽にタクシーに乗りまして、ホテルに荷物を預けていたのでもう一度ホテルに戻りました。タクシーの運転手さんはみんなすごく親切です。もう部屋に戻ることはできませんが、普通にロビーのところにあるトイレを使ってそこで用を足してきましたが、これもまた韓国の高級な空間という感じ、淡い色使いと、あとこの鏡とかがあまり見ないような手洗いの構造ですごい面白いと思いましたね。さてトイレを済ませましてまたタクシーに乗り込んでいます。で現在地この青いところなわけですが、もう本当にねこの画面に映り込んでいるぐらいの範囲内でしか今回の旅行ではほとんど移動しませんでした。で中心部の全部徒歩で行けるような範囲内で1泊2日過ごしていたんですが、最後にちょっとだけ離れたエリアも見に行きたいなということでタクシーでハンガン川の遊覧クルーズに向かいたいと思います。夜が綺麗なんですね。目的地はこんな感じです。赤いピンの立っているところ。運転手さんはとても親切、タクシーの運転手さん親切な人ばっかりですね。
まあそれ以外の皆さんも親切な人ばっかりだと思うんですけれども、日本語を時折織り交ぜて挨拶、さようなら、ありがとうと言ってくださるのは結構タクシーの運転手さんでは多いと思います。日本語を使ってくれるんですね。ハンガンにかかる自動車用の橋を渡りまして、そろそろ夕方のいい時間になってきました。ここにたくさんかかっている橋が夕方になるとライトアップされていくのです。さて、川べりの公園にやってきました。韓国人の特に若い人たちはこのハンガンのあたりに集まるのが文化だそうで、結構本格的なんですね。でかいテントとかを持ってきて、レジャーシートはおろかテントとかを持ち込んで自分たちで組み立てて、それで休日を過ごすのだそうですが、今日はね、休日ではなくて平日なんですね。大学の春休みとかがあったのかもしれませんが、若い人たちの姿はかなり目立ちました。特にうわすごいと思ったのが、男女2人連れであそこまでなんかテーブルとか椅子とかを持ち込んで車で来てるのかな。それでああいう風にして暖かいでかい布みたいなの持って、それでお休みを過ごしているという人もいました。チキンをたくさん食べてるみたいですね。あんまりたくさんズームするとね、肖像権がやっぱり問題になります。韓国もね、肖像権については日本と同じみたいです。で、僕はこれで19時30分出発の第2ターミナルというところから出るという、まあ、こういう川沿いのフェリーターミナルから出る遊覧船に乗ることにしました。で、これは結局行かなかったんですけど、この遊覧船の乗り場のところにアメリカ風の料理の店がありまして、メニューがね、イングリッシュって書いてあるんですけど、韓国ではこういうイングリッシュが大体正常期なんですよね。イギリス人が見たら泣くだろうな。韓国では英語はアメリカ語として認識されているのかなと思いました。で、そこはテイクアウトみたいな感じではなかったので、まあ、できたのかもしれないんですけれども、近くのところにいっぱい屋台が出ているコーナーがあるということを知っていたので、その屋台を見に行くことにしました。そしてそこでまたチキンを購入しました。もうチキン屋が本当にものすごくたくさんあるということですが、ただなんかあるところにまとまってあるという感じで、どこにでもあるわけではないみたいです。このチキンを持ち込んで船に乗り込みます。これよく見るとチキンだけではなくて、中にフライドポテトかなと思っていたんですが、もちもちのお餅が入っていまして、トッポギですか、ものすごく美味しいですね。ライフジャケットの位置などについて案内もしていました。船にはどんどんお客さんが乗ってきます。このハンガンクルーズはかなり人気みたいで、お客さんは相当乗っていますし、前日のうちに乗船券はもう売り切れになっていたようです。出発しました。19時30分。ちなみに今回乗ったのはイーランドクルーズという船なんですが、ロッテホテルのコンシェルジュの方にお願いして予約まで全部やってもらってしまいました。支払いは部屋付けでした。さて、出航しますと早速夕暮れになっていて、橋がライトアップされていてきらびやかです。で、この橋の1個向こうのところ、今ちょうど特急列車が通過しています。 ITX セマウルという韓国の特急列車。これから先もっとたくさんの列車が通過してより見栄えがするでしょう。やっぱ屋外席の方がどちらかというと人が少なく感じますね。ものすごく混んでいますが、外だったらば気になりません。向こうに高いタワーが見えます。エンパイアステートビルにもちょっと似ている外観ですが、63タワーというかつて韓国で一番高いビルだったそうですが、今はもっと高いビルがあります。多分63階建てなんでしょうね。よく見るとエレベーターの色が変わってきらびやかですが、ずいぶん遅いですね。まあ、多分たまたまあれが遅いだけだと思います。さっきの電車が走っていた橋がどんどん近くなってきました。これは昨日 N ソウルタワー南山の上からも一度見下ろした鉄道用の橋です。かっこいいですね。8両編成かな、急行列車がやってきて通過しています。あの急行に乗って韓国を旅行したいなと思ってるんですが、まだ実現できていません。今回も実現できなさそうですが、次に来るときには乗りたいと思っているムグンファ号です。さっきムグンファの花を見ましたけれども、それを撮っている韓国を象徴する名前なわけですね。そしてそのムグンファ号の通過していく横から、今オレンジ色の照明を灯したのが来ていますが、あれが新幹線です。新幹線は20両もつないでいるということで、一番前と一番後ろにお客さんが乗れないから実質18両なんですが、かなり編成が長いです。今やっと最終一番後ろの号車まで見えました。一番後ろの号車と一番前の号車だけは明かりがついていません。一般の人が乗らないからですね。なんか反対の列車が行き違うときにライトをギラッと照らして列車同士で合図してましたね。という鉄道用の橋をくぐるのが、まあ、やはり鉄道マニアの私にとっての一番の見どころでした。しかし本当の見どころはこの先にまだあります。それもすごいです。ちょうど船が通過するのはここですよというマークの真下を行きますが、結構マストのところがギリギリですね。だいぶ海から入ってきてはいますが、ここも潮の満ち引きを影響を受けるんじゃないかなと思います。どうですかね。今くぐっているこの緑色の橋は日本時代に作られたものです。
この辺に線路をたくさん増やそうということで作ったそうです。で見ても分かりにくいんですが結構鉄骨が古い構造をしているのに対しこちらは大韓民国になってから新しく増設したものであり結構こちらは新しそうな構造だということが分かります。でこの今くぐった3番目の細い鉄橋とその後のこちら、おー、この2つもまた日本時代に早くから作られていたものであります。今ちょうど本線の上のところを過ぎ去りました。この電車は日本で山手線や埼京線用として使われていたのと同じタイプです。ちなみに昔のこの辺りの鉄橋の写真、日本時代の絵はがきがあるそうですけども、まあ、確かに今と景色が変わっていないのだなと分かります。この先にもまた見るべき橋がいくつもあります。橋がそれぞれが美しいですし韓国も意識してライトアップしているようです。次の橋はハンガンブリッジと書いてあります。ハンガン大橋というのが日本語の呼び方だそうです。船は赤と緑の標識の中ど真ん中を危険のないように注意しながら進んでいます。この橋の構造なんですが基本的に上は自動車用の道路となっていて昔路面電車が走っていた時代もあるらしいです。で実際には2つの橋が並ぶようにかかっていて基礎の部分を見ると石造りのようですから、まあ、結構古いのかなと思います。ただこの手前の橋はごく一部を除いて基本的に鉄材がつるんとしているということが分かります。分かりますと言われても何を言ってるんだという方も多いと思うんですがちょっとこのまま動画を見続けてみてください。見るとこの鉄骨の部分が結構つるりとしているのに対しこのもう一個の方はあまりつるりとしていません。ブツブツといろいろなものが打ってあります。これリベットと言いましてこっちの橋の方が古く戦前からあったもののはずです。そしてこちらの方は技術力が当時低かったので強度を確保するためにこういったリベットというもので止めているんですがこちらの方が歴史が長くあります。この橋は朝鮮戦争でも大きな転換点となったそうです。朝鮮戦争は北朝鮮が韓国側へ南方向へ攻め込み始めたというのがそのきっかけだそうなんですけれどもその時ソウルが陥落してしまい韓国軍はとにかくハンガンより南側へ撤退しなければいけないことになりました。そして北朝鮮の進撃を少しでも遅らせるためにハンガンにかかっていた橋は全部破壊してしまうことになったわけです。これは今鉄道用の橋を爆破している写真だそうです。しかし結局鉄道用の橋を爆破するのには失敗してしまいうまく壊すことができなかったので北朝鮮側はそのまま鉄道用の橋に戦車などを通して結局南側への侵攻を続けだいぶ窮地に陥るという時もあったのだそうでした。またここにかかっていた橋を普通のソウルに住んでいる市民が渡って北朝鮮の攻撃から逃れようとしていたのですがその最中に韓国軍が自ら橋を爆破してしまったので橋の上にいた人たちのものすごい数が犠牲になったということも言われています。ただ最新の研究ではそこまでひどいことにはなっていなかったのではないかということも言われて今ではそれが主流になっているとか聞きました。ちょっと理解が正確ではないところもあるかもしれません。今これズームしているのは建設中の高層マンション群ですよね。すごいですね。ソウル一極集中というのが言われていますが人口もどんどん増えているのかな。さてただいま19時59分いいタイミングでついに目的地へやってきました。これがこの船の一番の見どころ。おおすごいすごい橋にかかる噴水です。でこの噴水の明かりがパッとつく瞬間が一番すごかったです。この動画ではあまりわからないかもしれませんが全部の照明が一緒にビカーッとなった時の迫力はものすごいものがあります。でも韓国人は欧米人とかと違ってうわーみたいな大きな歓声を一度に上げることはしないんですね。いや、分からない。この時ただしてなかっただけかもしれないんですけれどもとにかくずらっと一列にこの照明が灯った20時、韓国人たちは一斉に息を呑むような感動をしていたようです。でその韓国人たちが息を呑んでいる雰囲気がこの現場で伝わりましてうわすごいな、韓国人が思っている様子を横から見まして私もうわなんかすごいいい体験をしているなとこの時に思ったんです。異文化を感じましたね。ちなみにこれは毎年4月から10月ぐらいに、30分間のうち20分間ぐらいですねこういう風な照明を灯してソウルの中心地の名物としている有名な噴水なんだそうです。ギネスブックかなんかにも載っている世界一長い噴水なのかな。遊びの船みたいなのが来ていて多分個人の所有かもしくはなんか借りてきたやつだと思うんですがその上に立っている韓国人が手製の打ち上げ花火で遊んでいるという光景もありました。多分公的なオフィシャルのものではないですよね。
またこの船の向かい側に見えますハンガンの左岸というのかな、南側のところにも結構なんか公園みたいなのがあって、そこの浸水公園みたいなところであの噴水を楽しむというやり方もあるみたいです。さてこの後は外ではなく客室に戻って、ちょうど席が空いていたので、あとは飲み物なども買って、元来た道を船が戻っている間、まあ、こういうのを飲んでゆっくりすることにしました。これはね、桃とナタデココのドリンクみたいで、こんな感じ結構美味しかったですね。果肉がたっぷり入っています。この飲み物はモグモグという商品名で売られているタイの飲み物らしいんですけれども、日本以外ではいろいろなところで売られているみたいです。日本では売ってないですね、日本語の名前なんですけど。また客席では歌手の方が外の夜景を見ながら歌を聴いてくださいみたいな感じで、すごく上手な歌を披露してくれます。あ、これですね、プロダクトオブタイランドと書いてありまして、確かにタイとかで売ってそうですが、美味しいんで日本でも売っていいと思うんですけど、日本で売ってたっていう話は調べても聞かなかったですね。次は多分韓国人だったらみんな知ってるレベルで有名っぽかったです。会場のノリが一番良かった曲が流れていました。可愛いトマトという曲で、多分ね、団子三兄弟みたいな曲だと思います。BTS とかもこの曲を歌っていたらしく、ものすごく知名度があるみたいです。子供たちも大喜びしていました。さて船は船着き場に戻ってきました。でこの後どうするかと言いますと、もうね、空港に向かいます。そろそろこの動画終わりです。昨日南山タワーに行くときにタクシーの運転手さんと仲良くなって、電話番号などの交換もしておりまして、クルーズターミナル8時40分に来てもらえますかというふうに予約もしたんですね。でところがなんと運転手さんが急に来られないと言い出しました。でそれは困るなと一瞬思ったんですが、なんとその代わりの人もわざわざ手配してくれていたのだそうです。だから私としては全く実害はありません。すいません、行けないんですけど、代わりにあなたのことをもう迎えに行って先に行ってますからというふうに連絡してくれたんですね。でその代わりのタクシーというのはこれでした。 IM タクシーというんですけども、大型タクシーで、まあ高級タクシーかな。後でちょっと説明します。座席がものすごく快適といっても、運転中ですからね、どうしても暗くなってしまうんですけれども、ちょっと赤外線機能なんかが一応ついているので試してみました。これで快適ですごく広々しているのが分かるかな、分からないと思いましたので、後でまた撮影させてもらったんですが、こういう感じのいい感じの SUV っていうんですか、車なんですね。で大人数で乗れるようになっていて、運転手さんも経験のベテランの、親切で英語力なんかもあるような人を乗せているっていうのが、どうもこの IM タクシーの売りみたいです。本当に運転手さんも、まあ、みんな韓国のタクシーの運転手さん親切だったんですけど、特にその中でもこの会社の人たちは確かに親切でしたね。料金もその分高いんですけれども、インチョン空港まで多分日本だったらば2万か3万ぐらいするんじゃないかなというところが、川から多分6000円とか、やっぱ安いんですよね、韓国のタクシーって。ちなみにこのタクシーの運転手さんはかなり運転も安全運転でした。実はね、途中で一度間違えて自転車専用道路に入ってしまって、うわこれは大変だみたいなことがあって、ものすごく注意してバックしていったということもあったんですが、まあ、ちょっとそういうものすごいハプニングはありましたが、基本的には車間距離も大きくとって安全運転をしてくれたというのが印象的でした。それもこのタクシー会社の売りみたいです。また韓国のタクシーはちょっと前ぐらいまでぼったくりでなんかメーターを不正に操作してみたいな人も中にはいたらしいということなんですが、まあ、この会社で利用する限りそういう不正に遭遇することもないでしょうし、また特に最近韓国ではこのタクシーメーターアプリというのが導入されたそうで、これはそう簡単に不正できる代物ではないみたいです。だからこれを運転手さんがちゃんと使っている限りぼったくられる心配はないし、まあ、そもそもぼったくろうとしている運転手さんも、多分そんな悪質な人はほとんどいないんじゃないかなというような印象でした。タイとかはね、多かったんですけどね。さて右手前方に赤くライトアップされた橋がありますが、あれは一度行きのリムジンバスに乗って通過した橋です。そしてこの辺まで来ますと、もう完全にソウル市街に出てきたのかなというところになると思います。あとは空港まで高速、郊外の道を一本道でしょうか。ここで結構温かい思い出を多く作ることができたので紹介したいと思います。まあ、今タクシーの運転手さんに乗せてもらっているわけですけど、この車のいる場所がわからないという問題がありました。そこで駐車場を適当に探し回ったんですが、すると全然関係ないタクシーの運転手さんに声をかけてしまいました。その運転手さんは私が困っているのを見かけて、で英語で話しかけたんですけれども、 I don't speak English と言われたんですが、日本人ですかとその後に声をかけられて、なんと英語は話せないけど日本語は話せるという運転手さんに出会いました。ただその方は予約していた方ではなかったので乗るわけにはいかなかったんですが、それにもかかわらず親切に自分のスマートフォンで連絡を取ってくれて、その方のおかげで私は
本来会うべきであった運転手さんに出会うことができたのです。実は私もね、その時ちょうどそのタクシーの運転手さんの電話番号を知れたので自分で連絡すればよかったんですけれども、かなり助けてもらいました。その方には自分の気持ちとして5000ウォンお礼で差し上げることにして受け取っていただき、最後に全然関係なかったタクシーの運転手さんから握手を申し出てもらって、一緒に握手してお別れをしました。そしてまた今乗っているこのタクシーの運転手さんですが、この方も本来の予約していた方の代わりに来てくださったわけですが、なんと電話で本来のタクシーの運転手さんにつないでくださって、そして本来のタクシーの運転手さんからもすいません、また韓国来てくださいみたいなことを英語で言ってもらってですね、そしてその本来のタクシーの運転手さんからの電話の内容によると、急遽車の調子が悪くなってしまってどうしても行けなくなってしまって本当に申し訳ないというようなことをそこから教えてもらいました。今回ここで3名ものタクシーの運転手さんに会ったわけですが、全員とても親切でした。まあ、これ国によってはね、予約したけれどもやっぱ都合が悪くなったとか、まあ、車が壊れちゃったから、まあ、やっぱキャンセルで、でも後のことは知らないよみたいな人だって普通にいると思うんですけれども、少なくとも今回お会いした方はそういうことを責任持ってやってくれましたし、またその後途中で予約とは関係ない運転手さんに話しかけてしまった時も、その人がね、僕を空港まで連れて行けたら結構売り上げになるわけですから、奪ってしまいたいというふうなことを考えるっていう場合もあると思うんですけど、そんなこともなく、また最後に乗った運転手さんも電話までわざわざ繋いでくれて、あらゆるところにいろいろ関係性をちゃんと作ってくれようとしているという気持ちが伝わってきました。ありがたかったですね。最後の運転手さんともまた日本語で挨拶をしてもらって、こちらからも韓国語でできる範囲のお礼を申し上げ握手をしてお別れしました。韓国本当親切な方ばっかりだなというのが正直な感想でしたね。どうもありがとうございました皆さん。ということで、インチョン空港のターミナルに一番ここが近いんじゃないですかね、グランドハイアットホテルにチェックインです。これね、1泊1部屋2万円ぐらいでした。前来た時もここで勝手が分かったので、まあ、ここに泊まったわけなんですけれども、明日朝ちょっと早いですからね、また無理のないようにと思いました。実は夕飯をまだちゃんと食べていなかったので、ここで今から注文することにしました。 Good evening, may I order now? Yes, please. Yes, sorry, I don't know how to read seafood STIR fried noodle. Yes, please. And yes, one more, Bulgogi is served with rice? Okay, so please. One. これはルームサービスの注文のやり方を教えてほしいっていうコメントが前あったのを見たので、そのまま取ってみたものです。ちょっと文法とかあんま合ってないかもしれませんけど、今のでスムーズにできましたね。それからこれは僕の目を撮影してるんですが、なぜかと言いますと、なんか花粉症があったみたいでね、韓国でも実はちょっと花粉症ってあるらしいですね。あんまり海外行くとないんですけれども、黄砂がものすごくたくさん飛んでいたってことも関係するんでしょうか。花粉症の薬とかを持って行ってもいいなと思いました。注文したのはプルコギターと焼きそばを注文しました。まあ、これ2人部屋でね、一緒に泊まってるんですけれども、もうちょっともう1人分の焼きそばも取っておけばよかったですね。結構ね、美味しそうな焼きそばでした。プルコギは石焼きプルコギで冷めないような感じになっていました。韓国料理でとりあえずなんか失敗したくないなとかを、とりあえず何か食っとくかっていうときはプルコギ注文すれば間違いなさそうですね。3種類の漬物がついていました。3種の神器と呼ぶことにしましょう。これはね、イカの塩辛がついていて、うわすごいなと思ったんですけど、イカの塩辛、日本では辛くないですが、このイカの塩辛は普通に辛かったですね。また大画面のテレビで韓国のテレビ放送を見ています。何を言ってるのかあまりよく分かりませんが、 Google 翻訳のカメラ同時翻訳みたいなのを使えば見ることもできます。でね、これ見て気づいたんですけど、韓国のテレビもやっぱ日本と同じ字幕文化なんですね。ものすごく字幕が多いし、個人の発言とかも全部字幕でつけていくという感じがします。 YouTube もだいたいトップ YouTuber になるとね、もうみんなテレビみたいな感じになってるんですけど、これ字幕がいろんなところに出ますよね。うわー似てるなーと感じたものです。さあ、そして翌朝、まあ、一応最終日、あとはもう帰るだけということになります。足掛け一応4日間の旅行でした。インチョン空港行きのバスは30分に1本、日本の空港周辺のホテルと大体同じような感覚で出ています。その中にも空港周辺を走る無料バスというのも使えるみたいです。インチョン空港に行きまして、搭乗手続きもスムーズに終わり、保安検査のところだけはちょっと時間がかかりましたね。そしてこれがそのすごい光景の中のところですが、帰りは実はビジネスクラスをわざわざ予約してありまして、まあ、ちょっと理由があるんですけれども、このアシアナラウンジというところを使うことができるみたいです。一応その食べ物とかが食べ放題になるラウンジというのに寄っていくことにしました。
まあ、こんな感じになっていて、韓国の上品な空間らしい色使い、飲み物やアルコールなどが一応もらい放題ということになっていて、まあ、簡単にジンジャーエールみたいなやつ、トニックウォーターかな、それと簡単なチャーハンみたいなのを少し食べました。そしてソウル9時発だったと思います東京行きのアシアナ航空に乗り込みます。なんでこれは帰りアシアナ航空にしたのかと言いますと、これ飛行機がちょっとね面白いやつになっておりまして、昔日本中世界中で飛んでいた飛行機なんですけど、ボーイング747っていわゆるジャンボジェットですね。これもうアシアナ航空でも最後の1個で世界的にものすごく貴重になっている旧型飛行機なんだそうですが、それがまだ残っていて、その最後の1個がたまたまちょうど韓国戦に使われるというので日韓戦ですね。どうせならそれで予約するか、ビジネスクラスを予約したんですが、ビジネスクラスの料金でビジネスクラスの機内食を食べていますが、ただこの場所は実はもともとファーストクラスだったところで、ファーストクラス用の座席に乗って東京まで帰るという結構貴重な体験をすることもできました。大型の飛行機ボーイング747は、まあ、ジャンボと呼ばれている通りものすごく大勢のお客さんがたくさん乗って、離陸するまでにもちょっと時間がかかったように感じましたね。旧型の飛行機でもうあと1年後には運航していないかもしれません。そしてこのディスプレイを見ていて気づくことがあったんですが、ドクトと書いてあります。これはね竹島のことです。あ、芦原航空に乗るとこれ竹島の位置が地図に出るのかというのが面白かったです。竹島が韓国領土だとかそういう主張まではしてなかったですけどね、ただ竹島が表示されていたというだけです。さて、これ機内食、ビジネスクラス用の機内食です。またここでもプルコギが出てきました。もちろん普通に美味しかったです。プルコギはまあ大体当たり外れないメニューなので機内食とかでも出しやすいのかなという印象です。詳しくは別の動画で芦原航空の紹介の動画を作らせていただこうかと思っていますが、こんな感じですね。山中とかに挟んで食べるのもものすごく美味しかったです。帰りに飛行機はあまり天気の良くないところを飛んできましたから、下界の天気など景色などを見ることはできなかったのですが、順調に成田空港まで降りてきました。飛行機マニアの人も大勢注目し、この飛行機にもいっぱい乗っていましたね。降り立って真横から見てみます。このコックピットのすぐ下のところに最前方席、ファーストクラスの席がずらっと並んでいるというのがこのボーイング747でよくある特徴だそうです。もうさすがにこのファーストクラスの一番前のところにはまだね747ってこういう大きなジャンボジェットは使われるんですけど、とはいえもう乗る機会はないかもしれませんが、一番前のかっこいいところに乗ることができ良い思い出になりました。そして日本に入国、ようこそ東京へという、これを見ると毎度すごい安心する気持ちになるんですが、今回韓国はそんな不安な行き先ではなかったので、だから帰って東京に着いた時も安心するという気持ちも持ちませんでしたね。さて帰りはまた上野までスカイライナーに乗って帰ります。これです。行きはイブニングライナーという風な列車しか走らない時間になっていましたが、帰り日中は逆にスカイライナーのみの選択肢となっています。時速155キロ、ものすごい速さ、日本では少なくともかなり速い部類になります。これに乗りまして40分程度で東京上野駅まで行ってしまいます。あっという間に到着しまして、これでこの動画もそろそろ終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。行きと帰りと同じタイプの車両です。帰りは1000円値段が上がりましたが、その分早かったです。上野駅にはまたインチョン空港から空港鉄道へ、ソウルへ最速43分、スカイライナーみたいな、今回並走したあの列車ですね、そういうのがあるんだ。ハンガンを渡ってギンポ空港のところを抜けて、これは昔のソウル駅とか、あと南大門とか南山タワーとか書いてありますね。やっぱ行くとしみじみ身近に感じます。この日東京では雨が降っていました。ちなみにソウルでも雨が降っていたみたいです。お互い結構近いですよね。でこれ雨降ってるんで、上野駅までの JR への乗り換えは地下通路、まああんまりね有名じゃないんですけど、この地下通路を行きますと雨に濡れずに行くことができるので、もしご存知なかった方はぜひ試してみてください。それではご視聴ありがとうございました。なんとまたコロナになってしまいまして、病院の先生もまあさすがにこの間なったばっかりだから違うと思うんですけど、一応検査しておきますかみたいな感じでやったら、なんと陽性ということで、まあがっかりしているんですけれども、隔離中なんですが、ナッシュがありましたんで、とりあえずこれを食べていれば隔離期間中でも食べ物の心配をしなくていいというのは大変楽です。ナッシュよろしくお願いいたします。